俺のことメンションしてくれたみたいで、ちょっと動画を。動画長いな、結構。面白いやめっちゃええ動画や笑うん、めっちゃおもろかったな。またレンタルしますよし、これでいいか。よし、これで再投稿ね、再投稿してもうて、うん、再投稿して、あとはちょっとインスタも返信したら OK。 マジワロタはまたデート行こうねよし、これで投稿 OK。 よし、じゃあこれでいいか。ちょっと何人ぐらい見てる？あ、めっちゃ見てるやん、めっちゃ見てるやん。ちょっと待ってな、めっちゃ見てたいつの間にか人集まってた。ちょっと待って、麦ちゃんの動画をね、ずっとね、多分今見てて、ちょっとごめんな。うん、めっちゃ集まってくれてたやん。よし、これでじゃあ音声チェックしますね。お待たせ。じゃあコメントも読んでいきますね。オーケー、はい、じゃあコメント読んでいきます。すいません、報告、7月に木の春山田奈々ちゃんと旅行行ったみたいです。うま、マジヒロスマップ、ヒロスマップアートうま、センキュー。俺も行きたかったな普通に。クッパハートうま、はい、クッパこんばんは。ギフトは投げれません、ハートうま。アキさんお疲れ様です。ギフトお疲れ様。プロソロのトレ隠しの決め顔じわる。あ、見てくださったんですか。いや、ちょっとあの、麦ちゃんがね、ちょっとあの、ほんまに可愛かったんですよ。アキさん多分、ね、麦ちゃんと会ったことないかもしれないですけども、可愛すぎてマジで、
普通に恥ずかしかったです。とろみも可愛いんですけど、ちょっと麦ちゃんはほんまアイドル級の可愛さで、ちょっとマジビビりました。ゆうやん、ハートウンマ。プロちゃん、今日もイケてるね。おう、ゆうやん。ゆうやんのアイコンもイケてるよ。プロその対策やん。対策あ、その今の麦ちゃんの動画。ぜひね、麦ちゃんの動画を皆さん見てくださいね。うん。こっちでコラボ、したかったのに。あ、ごめん。フォロー返した。ごめんな。フォローが外れていた。なんでや。ごめんな。フォロー返しました。ごめんな。コラボしよう、また。ごめんごめん。バグでコラボがね、あ、コラボじゃない。フォローが外れるのが生じててね。ごめんね。コラボしましょう、またユンさんね。ユンさんのおかげでね、春木海さんとも出会えたしね。もういろんな人と出会えたんで感謝してますよ、ユンさん。あかねちゃん？あかねちゃんとはもう二度と会いたくないです。はい。金輪際。はい。まあ、100万円分ぐらい、逆に俺がおごってもらったら100万円ぐらいもらえるんやったら会います。つばめハートウンマ。麦ちゃんって誰？調べてこい、お前今。こんにちは、初見です。相互になりませんか？私もライバーなので、よかったらコラボしたいんです。渡辺社長。国際トップワンクラブの、君を完全無料でサポートします。もっと多くの人にあなたを好きになってもらいます。優秀な配信者を募集中。いや、まあ、フォローしてほしかったら、ユニバや。ユニバや。どこで調べればいい？あ、じゃあアカウント名教えればいいか。ちょっと待ってな。アカウント名とかをね、教えればいいか。これ見えるかな？はい、みんな、麦粉。麦チョコで調べましょうか。MUGI。MUGICHOCO。麦チョコハイフンで調べたら出てきますね。この子の一番最近上がった動画、16分前に上がったみたい。そう、それを俺見たね、今ね。で、実際レンタル彼女のこれ1回10万円って書かれてるけど、これネタやろ。10万もかかってないから、まあ10万ぐらいおごったかもしんないけど、うん、別にお金払ってデートしてくださいとかじゃないからね、別に。まあ結果麦ちゃんの買いたいものを10万円ぐらい買ったから、まあレンタル彼女10万円払ったと言ってもいいかもしれないけど。近いうちにとろみさんと会うの、なんで知ってんの？いや、さっきとろみんから電卓じゃないわ。連絡が来て、なんか会いたいとか言われたから会います。ギフトを笑うな。リンク飛べないですよ。おもろ。ほう、プロソロの推しね。いや、だから推しが多すぎて困りますよね。麦ちゃんととろみちゃんが女性では好きですね。男性ではアキさんがね、いっぱいお世話になってて、ウーマンラッシャーの中川パラダイスさんに会わせてくださったりとかね、僕が美味しいご飯食べたい時とか、ウーバーしてくださったりね、していただいたんで、めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。やべえ、今、シナモロールチール、チーム206位か、俺。いや、全然参加してなかったからね。今日から参加したいと思いますけど、99まで残り 72.8K ですか？きっついな。いや、きっついけど、もうやるしかないか。よし、じゃあちょっと、行きますわ。どなたかね。あ、お湯やってるやん、こいつ。ちょうどいいわ。誰も。こいつ。サンリオイベやってる？まあ、どう見てもやってるだろうが、まあ、この被り物してたら。わかるやろうが、そこは。よろしくな。全国のサンリオファンに謝れ。全国のサンリオファン、嫌だよ。あ、てか俺枠ついてるな。さっき、コーラのこだわり花ちゃんとやったのね。はいはいはい。で、レミおはよう、めっちゃ久しぶり、レミ、コメントして。で、コーラのこだわり花ちゃんめっちゃ強かった。やばい。あいつなんか乗ってんな。なんでやろうな。それでね、思ったのが、やっぱりなんか、サンリオイベ女の子強いな、みたいな。嘘、俺も強かったで、前のサンリオの時のイベント。お前なんかサンリオイベ強いの、じゃあ今。ん？え？じゃあ今参加したばっかし。もう、動画編集キャンプっていうね、そういうなんか、2日間で、動画編集を学べる、なんか、まあそういうイベントがあるんやけど、それに関してめちゃくちゃなんか準備とかしてたりしてたから、全然配信できんかって。あ、でも今日の12時からだもんね。お湯じゃないっすよ。昼の12時から開始されて、昨日の晩の12時からやってて、で途中で終わって、まだ全然参加できてない。シナモロールとか見たことない。さあみんな行くぞ。サンリオ限定ギフトで頼むぜ。おユーザーコメントして、おユーザー。お前今日髪色おかしくね？何がおかしいや。なんか、頭の上に赤い絵の具乗っけたん？そんなことより、どうした、
デー&ブの上にデー&ブが乗って、なんか体重2倍になってる気がするんだけど、どうですか？あ、いじめ嫌がらせってことね。うんうん。いじめ嫌がらせのプロっていうことね。いじめ嫌がらせってことね。え、どういうことはい、赤絵の具、髪の毛の上に乗せられたん、誰かに。ええ、いじめハラスメントってこと？お前がな？お前がな？お前がな？お前やん。しょうもない。足の引っ張り合いすんなって。なあ。ああさあ、皆さん。カビゴンメガネかけへんねん。いや、もう、頭の良すぎるカビゴンはもうメガネかけなあかんレベルになってんねん。仕方ないやろ。ずっと寝とけ。なんでやねん、お前。もう寝とったら、俺もうほんまやばいで。新しいパソコン30万円のやつ買ってん。新しいやつね。ゆうちゃんはんけどない。動画編集用にわざわざ買ってん。うん、頑張ろう。ゆうちゃんって強いな。バランマ。だから金がないんや。行くぞ。セミちゃん、まゆみんな頼むぜ。ルフィオ、バランマ。あ、パンダ先生お疲れっす。パンダ先生お疲れっす。パンダ先生の。帯ゆるな、マジで。パンダルキーニー来てます、今日も。うんま。つまめバランマ。さあみんな、シナモロールとレオンで行くぞ。頼むぞ、みんな。つまめバランマ。サンリオ限定ギフトでみんな行くぞ。シナモロールとレオンってめちゃめちゃ高いんですよ。ハンギョドン。俺、ハンギョドン初めてもらった。あ、ありがとう。え、お前、ハンギョドンもらったらなんてリアクションすんだろ。マジしょうもないやん、お前。さあ、46人団結。あ、ルフィを、ハンギョドン。ハンギョドンナイス。ハンギョドンはハンギョドンでいい。ゆうちゃんハンギョドン。え、ゆうちゃんハンギョドン。バカ先生ゆうちゃんナイス。ハンギョドンナイス。え、初めて花丸うどんナイス。うさぎ、ハンギョドン。うさぎ、おらおら。ナイス。すっげえ、花丸初めて見ましたよ。ありがとうございます、バカ先生。ナイス、ハンギョドン。ハンギョドン、ハンギョドン。うー、強すぎる。うーが強い。ちょ、俺弱いよ、めっちゃ弱いよ。やばい。誰。うさぎ、花丸うどん、ナイス。俺がサンリオ1位になったら面白いですよ。行きましょう、バンダ先生。ゆーちゃん。あとね、配信する予定やったらね、コラボしてください。え、知らせる。ハンギョドン、ハンギョドン。え、なんだ、ハンギョドン、ナイス。岩の花丸うどん。ブーの何これ鶏肉もハンギョドン。しらす元気してた。え、何今の岩キラキラステージ今のなんていうキャラクターでしたっけ岩の花丸うどん。キラキラ日差しを浴びて、パンダ先生イケメンです。うまーかっこええ何今の見たことないのに。うさぎ花丸いや、マジでビビった。うわったとりあえず日刊に入ろう。うんま。パンダ先生ありがとうございます。皆さんあと 70.1K で日刊入りますからね。一番出にくいやつ来た。うわ、すげえ。キラキラステージ来た。キラキラステージ来た。初めて見た。テンション上がった。はい、鶏肉半魚。はい、いいぞ。はい、残り1分14秒いくぞ。しらすちゃんも元気してたか。ありがとうな。いつもなんか来てくれて優しいんですよ、しらすちゃん、ほんまにな。誰がキラキラステージや。パンダ先生さん。キキトララちゃん来たー。本当に、もう。だからトラベルウィズユー。追加で買おうかな。パンダ先生これ買えるでしょ。トラベルウィズユーで言う、僕7着ぐらいみたいな、ね、立ち位置だよね。パンダ先生、これ買えるんだったら URL はインスタで教えてくれると嬉しいです。本当に、本当に。え、なんか来た？なんか来てないよね、別にね。びっくりした。サンリオなのにカビオンなの。おにぎりが強い。ヒノッピーのやつがなくなっちゃったんだよね。なくなっちゃったんだよね。おにぎり、昨日来てて、ちょっと洗濯しちゃってるから。まあまあ、ええね。かわいいやん。とりあえず、まあ、キャラクターのやつなんか被っとけばさ。うん、全然、あれやん。サンリオ感出るでしょ？この隣の玉ね、何え、なんか、時間差で来たえ、ハローキティー、出来たてのハンダ先生をパクッと。みんな、これ全力でみんなでか、今いるメンバーやったら絶対勝てる。エフェクトが今いるメンバーやったら絶対勝てる。みんな、ハンギョドン団結や。ハンギョドン団結してくれ。ユミ、左右、ウサギ。パパの先生さすがです、すごい。ウサギです、おにぎりです。ハンギョドン団結。頼むぞ。ゆうちゃん来るぞ誰か来ないかついよ回るパンダ先生マジイケメンですね。まゆうさぎありがとう、みんみん、ゆうちゃん、ハンギョドナイス。うー、ありがとう、初めて見せてくれて。それで、全部見せてくれるやん。マジで、お湯ありがとう、うさぎ、ハンギョドナイス。相手になんない。やっぱ、アルバス見事にして感謝させていただきます。それ来てたら勝たせないと。パンダ先生さすがです。本当にありがとうございました。よし、これ着ててるってことは日刊にも入れなあかんってことやな。うま。いや、ありがとうございます。すっげえ、マジ嬉しいっす。もうすごい、169位まで上がった、シナモロールとレオンチームかな。これシナモロールとレオンチームです。ありがとうございます。みんなパンダ先生に大拍手や、パンダ先生 11.2K も応援していただいて本当にありがとうございました。モデレーターに追加しておきましょうか。すいません。今、モデレーターが満員みたいで、またの機会に、追加します。すいません。ありがとうございます。本当に。パンダ先生、めっちゃアイコン、いかつすぎません？めちゃくちゃカラフルじゃないですか。ありがとうございます。すま、さすがすぎました。そして、ルフィもギフトも、鶏肉もつまめもケンタロウも、はい、みんなまとめて、
完璧な給食のベジタリー。あ、一度はね、ありがとうございます、パンダ先生。優しすぎます。本当にありがとうございました。パンダー聞いたよ。お前、パンダ先生の名前を気安く呼び捨てで呼ぶな、これ。パンダ先生に拍手な。ありがとうございます。コビユリカビゴンが。コビ売ってねえよ。俺、パンダ先生の服がマジで着やすいからいつも着てんねん。うん、夏服にちょうどいいのよ、マジで。で、汗っかきやからすっごい吸ってくれんのよ。お前もパンダ先生からコビしてるって。立つ必要ないでしょ、別に。は？パンダ先生来たからってこう立って見せる必要ないでしょ、別に。いや、ええやんか、別に。パンダ先生が来てくださったからちょうど来てますよっていうアピールやんか。お前もなんか、地雷系のなんかメンヘラみたいなやつやってんのか。なあ。何を言ってんねん、お前。お前、サンリオガチってんのか、もしかして。え、今ので169位まで上がれたら嬉しいよ、普通に。待って、俺181位よ。な、お前、バリしたやん。え、でも、これで181位の。あ、お前今日始めたばっかし？今のバトルが始めましてみたいなレベルやで。あ、俺も始めましてやわ。じゃあもう一回やるか。何チーム？そりゃシナモロールとレオンだろ。ちげえよ。ハンギョドンチームとクロミチーム。あ、ごめんごめん。シナモンチームちゃう？シナモンチーム？あ、俺もシナモンチームや。そりゃそうでしょ。次元が、お前、ハンギョドンチーム以下で行けや。ちょっとなぁ、でも。え、もうパンダ先生いない？ガチかっこよすぎたな。いや、もういらっしゃらないけど。もういらっしゃらないよ、そうです。いや、けど、おもろかったな。パンダ先生がいなかったらもう誰も行く人おらんよな。お疲れー。はい？お疲れ。お疲れちゃうね。お前一回負けてんねん、俺に。ということはもう、お前が勝っても1対1で引き分けで逃げれんねん、俺はな。考えてさ、その、サンリオイベントをガチで頑張ろうとしてるのにもかかわらず、そのなんかよくわからない違うさ、アニメのポケモン。あ、大事なところで別にいいやん。ポケモンというカビゴンというものをかぶっちゃってる時点で。キティちゃんも、な、もうみんな仲間や。同じ二次元のキャラクターという意味で仲間や。せめてハンギョドンアマゾンで買わんかい。お前もハンギョドンあるんやったらかぶるやじゃん。雪えないっす。ほんま、玉ねぎみたいな髪型しやがって、みんな行くぞ。黙れよ、お前な、お前。なんやねん。メガネ、お前似合ってへんねん、カビゴンが。メガネは似合う、似合わへんの次元でつけてる場合じゃないんだよ。カビゴン終わったら赤手ちゃん来てほしいって。え？まさやんバラムマ。え？なんで？今、女の子ほんま強いで。なんで俺とコラボしたん、あいつ。あいつとは絶対二度とデート行かへんけどな。うん。なんで二度と。70万円おごらされてユニバ2個やったから。まあけど最後な、最後24時ちょっと前に、一番最後にユリバ投げてくれたのはアカネやから、そこに関しては感謝してるけど、もうちょっと爆投げしてくれたら嬉しかったかなとは思ったけど、まあまあまあ。プロに70万円おごってもらったら、まあユニバ5発はいくな。そう、70万円やったら400系ぐらい投げれんねん。で、ちょうどな、プリコと400系ぐらいの差やったけど、アカネはもう2個やったから。うん。だから、どんだけ赤字かっていうと、俺60万赤字やねん。トロミはどれぐらいいったん？トロミは80万円ぐらいいったか。トロミはね、なんか、俺がその、東京にまた行かなあかんっていうことを察してか、さっきちょっとデート行こうやって、LINE してくれたから、めっちゃ嬉しいわ。うん。デート行くわ、もう。そこでやっぱ誕生日プレゼントみたいなのが出てるんや。はい？だからそれがもう誕生日プレゼントみたいな感じやな、なんか。ああ、お礼のってこと？トロミとのデートか。なるほどな。まあまあまあ、嬉しいよな。え、お湯もさ、なんか配信者で会いたい女性とかいらんのよ。いないの？いないな。けど、クラゲ猫とかが、お湯くん、今度、福岡遊びに来えへんとか言うてきたら会うやろ、さすがに。いや、ないな。俺、お前何クール気取ってんの？配信者で、配信者と付き合うことって絶対ないからな。いや、俺も付き合うことはないよ。ただ、デートというかさ、一緒に飯食うぐらいやったらええやん、おもろいやん。配信者ってさ、もう絶対腹黒くない？バラゴニーです。わかるやろ、そろそろ。何がやねん。わからん。ええやん、別に腹黒かろうが腹黒くなかろうがな。さあ、40人バラで団結していただけると助かります。ちーちゃんナイス、おはよう、ちーちゃん。さあ、41人団結やぞ。おう、ケンタロウ、ハンギョドン。はい、マリアナイス。ハンギョドンの情報が俺全然わかんねえんだよな。ルフィをバラマ、そう、バラで、あ、シラスちゃんバラマ。シラスちゃん、配信しなくて大丈夫だな、遊んでるけど。どうしたん、シラスちゃん。シラス、ハンギョドン。パンダ先生がいないからもうどうしようもないよ、多分こいつ。お前、こっちにはな、もう優秀なもう配信者がおるんやぞ。あや、バラマ。こっちにも優秀なもう、リスナーさんが全員揃ってるわ。あ、そうですか、シラスわからしたろうぜ、ツバメバラマ。また出ちゃうねん。うーナイス！花丸うどん！ルフィをハンギョドン、ドラゴンを花丸。花丸お化けめっちゃ可愛いわ、マジで。みんな行くぞ。花丸お化けで行けるからな、41段階。花丸お化けめっちゃ可愛い。ゆきえしらすハンギョドン、ハンギョドン。この手の動きしんどいな。ハンギョドン、あや、ハンギョドン、ハンギョドン。うわあ、しんどい。
この動きしんどい。アナワルド、クリームソーダ、ハンゲドン、クリームソーダ、ハンゲドン、ハンゲドン、ハンゲ、こらー！なるほど。ちょっと待って。ザコギフト投げるの。え、シュアシュアン！おい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 、ダメだ、向こうで投げてんのは。はい、頼まれよ。死なせよ。なあ。死なせよ。ミンミン、ユア、ミンミン、ユア、ミンミン、ユア、クリームソーダ、ウサギ。やっぱ、死なせよ。ダメだ、ハンゲドンや。やろうや。ああ、うさぎ、シナマロールとレオンや。うさぎ。うさつ、ありがとう。優しいんかい。あや、ハマちゃん、うさぎ。花丸のギフトリアクション、何やって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 やまた来たまた来たぞやったー、あ、寝かしつけ中ね。あ、アップーもうさぎもやばい。あ、忙しい中見てくれてありがとうね。ふいよ、あ、プー来たぞ、こいつ。腹立つ、うさぎ、すごい。すごい顔白いな、大丈夫か？ゆうちゃんも強い。うわ。ついよ。ちょっと待って、なんでこれしか出ないのって、それ一番出にくいやつじゃないの？強いぜ。これって一番出にくいやつ。え、待って。ちょ、みんな、シナモロールとレオンで勝てるから。あ、ちょっと待って、集中。シナモロールとレオンで勝てるからな。集中やぞ。賢いよ、お前ら。パンダ先生やめろよ。パンダ先生やめろよ。パンダ先生、来んなよ。パンダ先生来んなよ。はい、はい、はい、はい。ビビ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 ビ。あ、黙れ。喋んな、お前。たまたまじゃん。はい、1位、あやちゃん、久しぶり、元気してた。うま、しらすちゃんもありがとうだ。ラオフだよね、しらすちゃん。寝かしつけ中で忙しい中、本当にありがとう。うん、今度、家に遊びに行った時、子供たちにその場を教えてあげるね、ちゅ。ドラパンマもナイス。はい、ツバメもルフィオもケンタロウも、はい、みんなまとめて、まさやんもナイス。ありがとう、プー、みんなプーに拍手。グローブ来たね、ナイス。うさぎ、こいつマジで。うさぎ、ナイス、うさぎ。うさぎもちょっと強いな。うさぎもファンマつけちゃいな。強すぎるわ。団結がえぐい。ゆあちゃん、ゆあちゃんも。やるな。もう間髪入れずいくな。だけど、しらちゃん、ほんまありがとう、優しい。ななちゃん、ゴンちゃん、ゆうちゃん、しろくま、ゆきえ、さゆちゃん、みんみん、強すぎ。動画の子が好きなのよ。うさぎ。うん。よく言った。あ、むちゃいいやつって。マジで、わら。はい、ね、動けないカビゴンが DM をしておりますと。ちょ、もう一回やろうぜ。ちょっとあの、返信せなあかんから。いや、もういいよ。1対1で、お前引き分けやけど。ちょ、後でやろう、また。ちょっと一回、俺付けたてやからさ、これ、今。あ、そうですか。はい、じゃあな。じゃあな。いや、ほんまありがとう、しらすちゃん。ランオフでまだ見てくれてるかわからんけど。うん。よいしょ。みんな見てくれてるかな、俺の。見てくれてそうだな。よっしゃ。よっしゃ、日刊入ろうか、とりあえずな、みんな。あ、まさやん、バラウマ。うん。センキュー。日刊まで皆さん残り 63.5K です。なんか、アカネが俺と喋りたい言ってたけど、いけんのかな？花強いみたいやな。花とやるか。アカネ今空いてないからな。花行くか。うわ、オフラインになってるやん、花。こいつ、うわ、だる。ちょうど行こうと思ったんだけどな。まあ、いっか。誰行こう。空いてるやつ全然いねえな。誰行こうかな。今、バリ視聴者少ないんやけど。だる。あ、レナピョンに言わなあかんことあるから、ちょっとレナピョン行くか。ね。ちょっとレナピョン行こうか。今どんな感じ言うて。死者もバランマ。行けっかな。レナピョン。うん。ちょっと待って。うん、ちょっと一瞬待って。ええよええよ、待つよ。あと3時間待つよ。うい。え、マジでさ、プロソのタイミングバッチリやってんけど、今。何のタイミング？じゃ、今、ワンちゃんのさ、ご飯やっててさ、一瞬洗いごまにしてワンちゃんのご飯あげて、できたと思って帰ってきたら、うん。プロソのから申請来とって。運命ってやつかな。うんま。せやな、ひろなり運命だね。黙れ、喋んな。積んでるよ。この人積んでるよ。みんな行こう。ちょっと帰ってきて早々ごめんね。お願いします。なんか頭の上に
なんかゴミ乗ってるけど、それなんなん？うなぎ？死んだうなぎ？これは、かわいいかわいい真っ白なシナモンレナピョンだよ。シンダモンレナピョン？マジぶっ倒そうぜ。あ、やっば、ああ、いじめ嫌がらせってことね。ああ、そういうことね。みんなタップ。サンリオイベント調子いいのにな。あ、てか、俺レナピョンに言わなあかんことがあって、レナピョン誕生日、9月16やんか。うん、じゃあ俺行こうと思ってたんやけど、うん、ちょっと動画編集キャンプっていうところに行かなきゃいけなくなっちゃって、うん、あ、とりあえずユニバ投げるわ。うん。うん、その、とりあえず。うん、アニマルハウス行きたかったけど。うん。悲しい泣く応援ヒロノリに会えると思って楽しみにしてたのに。ほんまにそんな楽しみにしてたんか ?17 でもいいんだよ、17でも。じゃあ、9月16と17の2日間で集中して動画編集について学ばなあかんっていう。そういうのが。休めじゃねえ。もう俺15万払って、もうその企画に。15万払って。大丈夫。レナと会うことで、その15万取り返せるから。いやいや、逆やろ。お前が15万持っていくだけやろ。いや、それ以上に持っていかれるかもな。うん、楽しみ。本当に祝いたい気持ちはあったんやけど、もうスケジュール的にもう、そこしかもう空いてなくて、みたいな感じで。悲しいレナピョン。いや、だからほんまユニバーぐらいは投げようかなって思ってるから。うん、いっぱい待ってるね。いや、こいつ銭ゲバやわ。もうかましたらいい。もうマジで。うん。行くぞ。行けーみんなー。てか、画質悪くね今、レナピョン。すっごい画質が今悪いんだ。そう。画質悪い？うん。え、みんなレナ画質悪い？昭和のテレビみたいな画質になってんだけど。それでも可愛いってじゃあ最強やん。何？ちょっと何言ってるかわかんないですけどね。スーパーポジティブシンキングや。うん。よし、みんな2枚です。行くぞ。なんかレナピョン強いらしいよ。いける方お願いします。こいつサンリオの時めっちゃ強いらしいからな。みんな行くぞ。俺マジ弱いからな。今誰もおらんけど。さあ、4人や。バラや、行くぞ。ルフィオバラも。はい、ユーバラも。スカちゃんバラっぽい。かました。あ、雑誌直ったかもな。さあ、あと2人や。行くぞ。ケンタロウ、アンギョド。あ、行くぞ。みんな行くぞ。あと1人や。あと1人バラ。ママちゃんバラナイス。あと1人。団結や。お前ら早くしろ。早くせんかったらもうマジで。こいつ相手にならんわ、みたいな。ピアノちゃんナイス、ありがとう。ちょっと待って、レナもでもあと一人おらへんね。アウトオブピクス。いや、お前もおらんとけ。話せ、おったぜ。お前もおらんとけ。早く、行くぞ、みんな。早くして、ヒロノリ。早くしてちゃうねん。達成して、お前、待っとけ、お前。黙れ、ごた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 。よし、みんな行こう、2万1分。こんなもうな、もう、すっぴんお化けのやつに絶対勝つぞ。頼むぞ。え、すっぴん可愛いんだけど。黙れ。はい、ユーサングラス。そうや、サングラスでいい。よし、みんな行こう。こんなに勝つぞ。こいつガチでやる。こいつはもう、ほんまの。お願い。シナモンのチームで多分めっちゃ上の方やからな。行くぞ、かましたれ。お前ら。みんな、ここはもう、ここはかましたやん、こいつ。あれ？よし！やべ！やべ！やべ！もう、サングラスでいいから、もう、シナモロールとレオンでも何でもいいから、ちょっと投げてくれ、みんな。もう、バラでも、何でも、何でも嬉しいから、みんな頼む。ガチで勝ちたい。ガチでこの女にだけ勝ちたい。ほんま、ちょっと、あ、言うと、サングラスでいい。もはや、もう、サングラスでいい。勝ちれば取りでいい。この女にだけは負けたないねん。もう、一等のはず。やかましや、黙れ、お前。もう営業サボるな、お前。もう今から仕事行け、アニマルワーム。行くぞ、頼むぞ。頼むぞ。お前らうるさいよ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 。マジで頼む。こいつになっちゃう。ヨシキさん久しぶり、ラーメン。あれ、ヨシキさん。ヨシキさん久しぶりです。いや、フォロー外れてるやないかい。よし、フォロー返してきました。5位に上がりました。花ちゃんのおかげで5位に上がりました。よしきさん、お久しぶりです。おい、花、これ。やったー！あ、フォロー返、いや、フォロー返したら友達になりそうやけど、逆サイドから投げていくならフォロー返しません。花、お疲れ。やった、ママちゃん！さあ、やった、この状況で、勝てるやついる？誰かシナモロールとレオンドカーンでさ、差し込みで、またシナモロールとレオン俺見てないからな。え、レナピョン今何位な？ちなみに。5位。シナモンチーム。5位？ 5 位。うん。何時から配信やってたん？お昼の12時から3時間やって、うん。何時からつけたんやっけ？そっから30分ちょっと休憩して、今5時間45分やってる。すごいな、やばいな。5位やから 1.1M が、だから3で割ると 360K やから、そっか、400K ぐらいチャージしたら抜かせるのか。地投げで、レナピョンの銃、今抜かせるな、やろうと思えば。すぐ地投げするな。いや、ええやん。俺、レナピョンに負けたくないから。でも、前回のサンリオは、プロソロが、もう、めっちゃ頑張ってくれたから。レナあ、そうやな、俺めっちゃ投げたよ。そうやで。レナがマジでピンチな時、いきなりプロソロが爆投げして、流れ変えてくれて、みんなも頑張ってくれた。そう、だからほんま神、神現れたと思ってるな。あ、また厳しそうやったら、じゃあ応援行くわな、なんか。うん、もう厳しい、助けて。いや、俺の方が厳しいか、マジで。ふざけんな、マジで。おかしいから。もう俺日韓まだランク外やねん。ちょ、頼む、誰か。シナモロールとレオンで。はい、やったー。あ、ピーゾンさん、ヤッホー。やったー。最悪や。MVP!
ほんとじゃ、喋んな、お前。うどん食うて寝とけ。はい、レイン、ケンタロウ、ヨシキ、ルフィをみんなまとめて何してんねん、ミュート解除。リリちゃんフォローさせていただきます。リリーちゃんありがとう。そしてユーザーさん、リリちゃん、スピちゃん、マブちゃん、ユコちゃん、リンちゃん、ツカちゃん、バンシャクさん、みんなありがとう。ダブもありがとう。いやー。あー、嬉しいな。でも、ヒロノリのおかげで多分、マイメロもらえたと思う。ヒロノリありがとう。ごめん、マイメロもらえたと思うっていうのは？だから、ヒロノリとバトルしたから、レナピョにこんなやつには負けさせないぞってことで。あ、こんなやつっていう。あ、命の恩人のことをこんなやつって言っちゃったってことで。ああ、さっきまでもな、動画編集キャンプサボって、そっちのな、アニマルファーム行って、な、ピンチの時にいっぱい応援してあげて、ランキングも上げようと思ってたけど、無理やわ。けど最後。ごめんね。なんて？もうちょっとヒロノリへの思いを伝えてくれたらな。許してあげるよ。うん、俺キレてるから今。うん。ヒロノリ？いつも、レナがピンチの時、助けてくれて、ありがとう、うどん。あ、ごめん、丸亀製麺行くから。じゃあな。あいつ、この世で一番ムカつくわ、ほんま。ちょ、パイナップルでちょっと流れ変えさせてもらおう。うん、ちょっと。おー、パイナップルじゃん。お、やばいぞ。元気言ってたか。何がやばいね。スコアがやばいんじゃん。お、いやいや。2位の方も、2位の方もどんどん攻めてる。女も、1M ぐらい離れとるから大丈夫や。よろしく頼むわ。全然大丈夫じゃないわ。いや、いけるって、そんなプリコーぐらいのやばいやつじゃないでしょ。すずちゃん別に今日ガチ日ちゃうやんな。ガチ日だよ。え、なんで？すずちゃん。あ、9月1日って書いてある。え、これ誕生日？すずちゃん。いや、誕生日の時に 3.5M 動いた人だよ。え？だから怖いんだって。嘘やろ ?3.5M? トータルでってことやよね。いきなりドカンじゃないよね。あ、それは違うでしょ。いきなりじゃない。で、今は、今配信の1周年記念日みたいな。あ、1周年記念日か。いや、じゃあ大丈夫でしょ。いや、でも今回、前は前回2位だったから、今日は1位いきたいっていう熱い思いが。救世主、誰か来えへんからな。俺も100系ぐらい応援したからな、パイナップルのな。あ、でも一応ガチバトル私もあるから、うん、そこでどういう感じで。でも私11時ガチバトル。あの子は11時半ガチバトル。はいはいはい、うーわ、怖いなぁ。ゾクゾクするね。いや、けど、その方がゾクゾクして。そうそう、ゾクゾクする方が楽しいんだけど、ただ、まあ、不安もちょっとよぎるよね。なんか、リスナーさん意識してくれてたらいいけど、なんか、投げしさんとか、うん、パイナップルちゃん大丈夫かなとか気にしてくれてたらいいけど、うん、俺もう応援したからいいや、って思われてたら。俺、いや、まあ、すずちゃんがこんなにね、上がってるとは思わなかったね。今見たらすごい当たりよね。美咲ちゃんの方がやばい思ってたら。うん、うん、うん。よし、じゃあ、とりあえず、勝つぞ、この女に。バースデーガールに勝つぞ。ほんまに、俺誕生日。4人ありがとう。マロちゃん、しげちゃん、もう2位やったから。ルフィをバランマ。勝つぞ、この女に。マロちゃん、しげちゃん。1位で調子こいてるわ。シロシちゃん、ありがとう。一泡吹かせたろうぜ、みんなで。ちょ、もう俺誰もおらんねん。マロメイちゃん、ありがとう。はい、もうパイナップルリスナー、ちょっと、一回だけ勝たせてくれ、パイナップルに。一回だけでいい。うん。今回、モデレーサーたん、さんたち話し合って3M 目標って言ってたって。嘘や！まあ、債務目標だとしても、私今 2.7 やからな。いや、けど怖い。え？だって、あと2時間で債務いける？私、ガチバトル、一応ほら、11時。あ、いけるや。そりゃ、11時いけるわ。100% いけるやん。まるちゃん、バランマ。いや、でも目標が債務でもっと飛ぶでしょうね。いいなあ、ノーバランマ。余裕で1位やん、ほんなら。羨ましい。余裕じゃないんだって。余裕やって、ガンビバランマ。いや、前回 3.5M 取ったことある人が、そんだけ行くやんか。あー、まあね。バラありがとう。2倍みんな。ここでみんな、やっちゃお願いします。日韓1位の女に勝とうぜ、みんなで。9位にゃーもう、地投げしたろかな。チョコマンさん、ありがとう。地投げしてでも勝ってえな。さあ、みんな行くぞ。流れ変えたいねん。ちょ、誰か、ほんま、もう、やばいやつ。空気読めへんやつ。バランマ。あ、けど、練習はないやん。負けたや、誰かに。うん。ナイス。いくぞ。マロちゃん、パグパグ。あ、バランマ。ありがとう。今日も1位で3冠になるのか。いいな。さあ、みんなちょっと、シナモロールとレオンで誰かちょっと、攻撃の手を。ユミちゃん、ナイス、ユミちゃん、ナイス、ノナちゃん、バランマ。誰か42人、団結してくれ。これはまずい。コースありがとう。さあ、話してってほしい。あ、バランマ。ナイス、クーチン！ 2 桁はまずいて。クーチン、ナイス。さあ、シナモロールとレオンを爆投げできる、神募集って。ナイス、テノニアバランマ。ちょっとこれシェアするわ。サンリオギフトもね、カミちゃんと、レオさんと、カワハラさんと、オシノちゃんと、もういろんな人にシェアするしかない、クマちゃんにも。ありがとう。クマちゃんさっき投げてたよね。私に。パイナップルに。うん、見てた、見てた。おー、関心やね、関心や。そう、トイレ行ってる時に、ちょっとチラッと見たら、うん。投げてたよ、サンダーファルコン。クマ
ちゃありがとう。SA、ハンギョドン。ちょっともうシェアしたったわ。ハートミありがとう。もうシェアするしかないわ、こういう時は。でも、クマちゃん来ないなと思ったら、そう、やっぱ来てくださった。優しい。クマちゃん、俺の時はな、LINE でおめでとうだけ来て、枠には来んかったわ。うん。まあ仕方ないね。あれ、そういうもんでしょ。いや、知らない。まあ。バイナプルちゃんはお姫様やから、おいしいなっちゃうのか。黙れよ。やかましいよ。SA ハンギョドン。クーチン、ありがとう。花丸すげえ、花丸初めて見た。シュンちゃん、ありがとう。バイナプル、花丸が来たらなんて反応すんの？花丸お化け。あー、なんだ何も考えてへんや。花丸うどんがいいかな、うん、ああ、花丸うどん。花丸うどんがいいんかなわからんけど。花丸うどん。うわお前、その音はちょっと大人向けすぎるぜ。ちょっとこの時間帯にやるものじゃない。やだ、ありがとう。クーチン、ありがとう、花丸。おんぱありがとう。大丈夫か、この音。ナビ、ビヨヨヨイテテテテテテあ、出た、イテテテテテテが出ましたよ、皆さん。この人好きだし。あ、いっちゃん、花丸の、ドン美味しいな。おい、スコアと、俺のこのカロリーの消費量が比例してないって。あ、いった、花丸。いけ。美味しい。いけ、倒せ、この男。この男倒せ。いや、三発や。いけ、頼む、勝つぞ。この眠そうな。あ、そうだな。かっこよく見えた？うん。うわ。うわ。おい。何やねん。あ、よいちょー。黙れ。ミュートや喋んな、お前。ミュートじゃ。はい、感謝します。はい、いっちゃんさん、はじめましてフォローさせていただきました。うまい。そして、シュウさん、ああ、セナちゃんのところじゃないか。でもありがとう、うまい。そして、SA もアーサーも、マルちゃんもルフィアも、梅城も、はい、みんなまとめて、ビクトリーの逆です。ミサキだよちゃん、ナドちゃん、はい、さあ、はじめまして、いっちゃんさん。ありがとう、いっちゃん。来てくれてありがとう。本当に。ありがとうございます。本当、優しい方ですわ。いや、強いな。11時からやったっけ11時からね。アキさんが言ってる。この人は一流の投げ師ですって。いやいや、誰が言ってんすか、アキさんの方が投げ師でしょ。おー、アスネお疲れ様です。いや、ちょっともう、俺が勝つまでや、お前。行くぞ、もう一回や。調子こいてるわ。いや、勝つまでって2桁3桁の男やろ、普段。言っちゃったね。もう、アキさんの心に火つけちゃったね。うん？なんでアキさんが、私のお誕生日プロソル投げるの？いや、ええやんか。エンタメやんか、おもろいやんか。ダブダブダブ。だって、え、何件ぐらいアキさんに、応援していただいたの？そんなんプライベートですか、秘密です。いや、普通に、見たら分かったわ。100件ぐらいだ。もうちょっと言ってますけど。あ、そうですか、うん、うん。行くぞ、みんな。タップタップタップ。腹立つわ。この女に勝ちて、マジで。プー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 。うわ。ああ、いじめ嫌がらせってこと？やばいな。プープー。あ、で、あれさ、ガチバトルのやつ、うん、アキさん最後入ってなかった。一個。あ、なんか、うん、ガチバトル入れてくれたん最後。さ、レオンとさ、ライオンのガオーっていう。うん、3万4千コインね。あれを、連打してくれてたんだけど、入ってないのがあるから。そう、MVP 多分、アキさんやな。多分。マジ？連打する必要なくね？連打する必要なくね？だって、めちゃくちゃ差ついてて、あれ。1M ぐらい差ついてなかった。とりあえず投げとったろって思った。じゃあ、ミストだったのよ。ああ、いや、ミスト使ってもひっくり返されへんぐらいのスコアの差開いてたけどな。いや、でもさ、ドンペリ将軍さえ、うん、ね、いるかなっていう。うん、ああ、ね、いや。私はもう一個の携帯で見てたから、みんな、みたいな感じで、できたけど。アキさん多分一個であれだったから、一応念のためにしといてくれてたんだけど。ああ、そうだよ。保険をかけてね。もう3倍のスピチャレが終わった瞬間に勝ち確やったけどな、あんなんな。言ってますよ。よっ、プロ投げし。おい、投げし。おいや、おうじゃない。おい、投げし。いや、おい、よろしくなよろしくなっていうか、まあ、パイナップルもね、誕生日応援してくださったからね。もうお返し絶対せなあかんと思って。動画までわざわざ作ってくれてたからね。あ、そう、乗っけた、タグ付けまでしました。そう、めっちゃ優しいやんと思って感動しちゃって。そう。感動した動画。そう、感動した。もう俺はダディの一件があったから、ちょっとね、自粛しようと思ってたんやけど、いや、パイナップルにはさすがにお返せなあかんと思って。おー、優しい。うん。俺これから1日の上限金額を決めた自分の中で言わないけどね。うん。大体わかるわな。え、大体、あ、何円や、言うてみんや。え、200K。200K? いや、200K もいかへん。え、普通にもう10万円以下で動こうと思ってる。あ、そう。ただ、パイナップルにはお世話になったから。ああ、まあ、そういう場合はな。あ、そう。うん。3万や盛り上げろよ、お前ら。3万や。
一世のうせかける。ガチバトルやん。なんでやねん。あっち、ニキタ。俺、ニキタで一世のおでってなってたらすげえ恥ずかしいわ。でも、バラお前ら行けよ、マジで。これ、アポバランマ。これ、バラ4人行かれへんかったら、マジで盛り下がるから。かけない。翔やん。あんけど。あと一人。かけない。スコア全く動いてない一世のおでめっちゃダサいからな。アーサー・フィリクス、バランマ。アキサソバラ。アキサソバラ。それで動かなかったらマジ殺意から。アキサ頼みますわ。ザコゲストでもいい。あっちに。いくぞ。3枚3枚。国が仕方になってる。いくぞ。3枚。ほんまに。ほんまに頼む。みんなお願い。頼むわ。3枚から。今日や。ハンゲド。ハンゲド。ハンゲド。ミカちゃん、ありがとう。3枚。ハンゲド。あ、いくよ。ハンゲド。3枚、3枚、3枚。みんな団結や。もうガチバトルだ。ありがとう。みんな勝ちよ、勝ちよ。ハンゲド。みんなもう時間ない、時間ない、時間ない。ほんまに、ほんまにでけえ、でけえ。しげしげしげナイス。えいちゃんナイス。マジで3倍やぞ、お前は。ほんまにでけえ。おい、3倍でそのスコアあかんやろ。貝殻にやんの。救急車も通ってるし。反響乗ろうかな。3倍でそのスコア、俺のスコア、やばいって、ほんま。バンバン。もうこれラストバトルや、逆に申し訳なくなってきたから。うん。朝方4時とか5時とか。大丈夫だよ。グローブミスト集めないといけないから。あ、そういうこと。生産工場。いや、負け続けるやん、俺。集めさせてもらいましょう。だるこいつ。え、まだ集まってないの完全に。え、使っちゃった。使っちゃった。しげちゃんありがとう。使っちゃったよね。もう多分ないよね。うん。え、23時から誰とやったっけやるの。ともちん。いや、余裕や。ともちん、あいつ何位ともちん、ゴールドチーム7位、縦指7位とか取ってる人で。そういうことね。そう。けど今、日韓だけ見たら21位やんか。うん。まあ、だからまあ。そう、私にただ、そう、別に、うん。うんうんうん、今日は僕別にガチ日ってわけじゃないから、まあ。そうやんな。だからまあ別にガチバトル勝とうが負けようが、な。まあ多分、ともちが1位取ることはないやろうし、まあ脅威とか。そうそうそう。しげちゃんありがとう。うん。さあ残り20秒。お、これスナイパーマジ来てくれ、ほんま。もう誰かほんまこの、調子こいてるからこいつ。ほんまになんかティアラかなんか被っとるけど。ほんまに猫も被りやがって調子こきやがって、ほんま。あっち、カビゴン、カビゴン、洗濯してない、カビゴン。洗濯しとるわ。いや、洗濯してない。洗濯洗っちゃうや。いくぞ。洗濯してない。ほんまいけ、誰か。差し込め。あ、やった。やっぱ、いけたグローブ工場や。2位の人、追い上げがやばい、マジで。そう。スコア変わってないけどね、1.8 ゲームで。変わってない。うん。上がった時は、よいちょー。はい、黙れ、ミュートや、喋んな。はい、ショウヤン、ルフィを、梅次郎、アポ、あ、みんなまとめて何してんねん、ミュート会議。ヒロリンありがとう、ミカありがとう、サンちゃん、さやか、ママ、ナナミ。あと 65.2 点。ゆうこ、ゆう、ありがとう、みんな。圧倒的に調子悪い。もうラストバトルや、もう俺がもう4桁いかんかった、もうちょっとパイナップルとおさらばや。もう工場図を卒業するわ、あかん。うん。無理や。みんな最後のグローブ工場かもしんないから。最後のグローブ工場。じゃ、グローブ工場、グローブ工場させてもらわんとな。調子こいてるわ、マジで。今日何時からやってたん配信は。まず、23時、夜中、ほら、あの時。うん、ガチバトルね。23時から10時半で、11時間半までするやん。え？ 10 時半までやったの？朝の。あ、そう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 。やば。で、4時間休憩して、2時40分から、今に至るから。やば。眠いやろ。しんどいやろ。いや、今もう眠くない。逆に？ゾワゾワってきた。今はもう、だってもう10時でしょ ?11、12、あと2時間で。そっか、さっきピーク来たんや、眠さの。ピークは何回か3回ぐらい来とるな。ああ、来てたんや。そっかそっか。うん。まあまあ、こういうやかましいやつがいるとさ、まあ、まだね。そうよ。眠気飛ぶよね。うん。さあ、みんな行くぞ。53人。みんないいこと言ってるね。プロソコンなんで、あれだけど、なんか、かっこいいとか、こう、昨日のすご、良かったよね、とか。さっき言ってくれてるやつ、今すごい格好悪いスコアやから、ちょっとでもいいから応援してくれ。笑ったり。プブ。3桁か。口から平国な、お前。さあ、48人、団結。プブ。くそ。兄ちゃん、ありがとう。さあ、こいつ。やっぱ、ラフレシアの匂いした。さあ、みんなバラだやぞ。行くぞ。これラストバトルだ。あきさん、4桁いかんかった。俺逃げる。もうほんま逃げなあかん。しげちゃん、みんなこれグローブ取る、グローブ。あきさん、一回ちょっと行こう。あちゃん。アパバランマ。一回ちょっと勝とう。誕生日女に勝とう。いやいや、グローブ工場させてもらわんとな。なんでやねん。行くぞ。一回ぐらいええやん。あちゃん、ありがとう。
一回は勝つぞ、リエコバランマン。いや、グローブ集めさせてもらわんと。二番いい。知らねえよ。俺のリスナー本気出せ。マジで本気出せ。アンバランマン。今日叫べてないから。頼むぞ、日韓も入りたいから。ああ、50秒です。さあ、行くぞ。49人。団結してくれ。うん。わ、強い。アポー抱きしめたい。マジでアポーテウサイ。さあ、サンリオギフトでもサンリオじゃなくて。メイちゃん、マネーガー、マネーガーナイス、マネーガーナイス。パイナップルの浮きは菊の紋章に見えた。いやいや、そんな渋いやつじゃないでしょ。マネーガーナイス。菊じゃないでしょ、後ろの。フルーツでしょ、その。なんか。パイナップルです。あ、それパイナップルな。ゴツゴツしてんな。うわ、てかもう。アポちゃんありがとう。よし、アポ、本気で行こうか。ユニバーや。リコナイス。2枚。アポ、団結してくれ。頼むぞ。マジで、もうみんな行ってくれ。もう、5桁行ったったらもうこいつ、はにゃーみたいな顔するから。はにゃーみたいな顔見たいな、みんなでな。頼むぞ。ほんまにお前ら、そう。アポマネーガンパー。そうそうそう。やばいやばい。そうアポ。ユミちゃん、ユミちゃん、ありがとう、ユミちゃん。もっと行け、もっと行け、もっと行け、もっと行ったれ。アポナイス。あ。アポやるやん。アポ初見さんかな初見やん。28歳。うん初ん？あ、初またあ、マタニティってこと？お母さんになるのかな？あ、3月12日にね。あ、出産予定なの？あ、おめでとうございます。うん。出産の時、僕が立ち会いますよ。うま。絶対嫌だ。それは俺も思う。それはそうでしょ。え、けどどうなんやろね。世間の女性は、立ち会いしてもらいたいんかな旦那さんに。うん。あ、いや、旦那さん、いや、旦那さんには立ち会いしてもらいたいに決まってるよ。あ、マジで？けど、ハンギャーとか言うんでしょ出産の時って女性って。あ、違う違う。男性は待ってなきゃいけないんだよ。待ち合い室で。あ、待ってなきゃいけないんや。男性は入れないよ。入れないんや。みーちゃんありがとう。あ、こうやって、待ってる、ヒー、ヒー、フーとかって、頑張れよって言われへんねん。え、入れなくない？わかんない。なんか、そうなんや。入れないよね。うっそ。え、入れるの？絶対行かなあかんのかな？どうなんやろ？仕事とかで行けない場合も、入れますよって。入れるらしい。うん。入れるところもある。場所によるんやって。じゃ、パイナップル出産の予定、決まったら俺行ってあげるわ。はい。ヒーヒーフーやぞ、パイナップル。頑張れよ。ヒーヒー。おげん、おげん、おげん。元気な赤ちゃんでちゅねえ、言うて。さあ、出てみようか。チョコママありがとう。コロナやばい時以外は入れるのでは。あ、そうなんや。タルタルハートも。やばい。みんな差し込み。行くぞ。あ、3人呼んでる。頼むぞ。勝てたらフォローするぞ。アポちゃん。これだ。どうやったら勝てるかは、説明しよう。シナモロールとレオン、一番濃いのやつで勝てる。100% 勝てるぞ。あ、アポちゃん、ありがとう。おい、アポ、こら。違うアポちゃん。あれ違うアポ生ハムレモンちゃん。ありがとう。違うアポちゃん。アポちゃん。ちょい、行こう行こう行こう。ユミ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 ナイスユミナイス。もう行かなかった、負けました。ミーちゃん、ミーちゃん、ミーちゃん、ナイス、ミーちゃん、祭りナイス。ミーちゃん、ナイス。え、何なんかめっちゃ動いてる。シゲー、クジラナイス。めっちゃ動け。しげみーちゃんありがとう。ミスゲット。え、勝てると思った。み、でかいな。ミュートや。はい。ともあれ、アポちゃんありがとう。うん、本当におめでとうございます。28歳、俺より年下ですね。俺31歳です。ありがとうございます、アポさん。フォローさせていただきました。ぜひね、相互フォローになっていただけたら嬉しいです。ありがとう、応援してくれて。愛してるぜ。うま。そして、タルタルさん、アキさん、みんなまとめて、なしとんじゃいくれ。ありがとう、アポちゃん。うま。うわ、勝てると思ったけどな。ちくしょう、違うアポちゃん。二つのアカウントで投げてんのかな。あ、APO と、ひらがなアポちゃんがいるね。そうそう。あ、まあ、とりあえず、頑張ってくれ。うん。ちょっと俺は、俺で日韓入れなあかんから。あ、みーちゃん了解。旅出てくるわ。じゃあな、ありがとう。あ、頑張れよ。失礼します。うん、うま。さあ、あいつ腹立つ。あ、あかねこいつ俺とコラボしたい言うてたな。なんでこれ？いや、お疲れ様。なんでそんな俺とコラボしたいって言うてたの？じゃあ、まさやんさんが見たいって。じゃあ、見たいっていう話ね。あ、よろしくな、久しぶり。おい。まあ、とりあえず、この間ありがとうね。うん。え、今、日刊入ってます？うわ、いや、今つけたばっかしで、日刊まであと 64.4K。まだまだ。まあ、夜ちょっとやってたんやけど。うん、ちょっと、バタバタしてて、配信する時間が遅れちゃって。うん。
まあとりあえずあかねは俺のね誕生日にユニバ2個投げてくれたということでありがとうございます。バド好きで、うん、バドミントン楽しいよね。バドミントン、そう、あかねにはね70万円分おごってあげて10万円分のユニバを投げてもらいました。ありがとうございました。私の悪も 1M フロソロさんに応援来ました。てか何の服なんそれ、すごいな。それ、はい、私の似顔絵です。そう、フラッシュダンス、フラッシュ暗算だよ、ケンさん。フラッシュ。それ、なんていうキャラクター？それ、特にキャラクター名ないの？なんか。海外で買った、海外で。すごいよな。BAN ならへんな、それ。ならないよ、そんな。すごいよな、本当に。さあ、みんな行くぞ。フロソロさんは、大丈夫その。何がいい？大丈夫でしょ、可愛いでしょ、これ。どう考えフェイス大丈夫、フェイス。バンナ。あ、フェイス。あ、俺の顔が、もう、どう言いたいの？ん？俺の顔が何？はい。が、バン対象じゃないかな、大丈夫かな。やがましや、黙れ、お前。さあ、行くぞ。ちょ、ほんま、もう、地投げしてえわ。もう、地投げしてえ、今日、マジで。フロソロさん痩せた気がする、でも。なんか、ちょっと、可愛くなった気がする。可愛くなった気がする？痩せた？ちょっと。いや、痩せてねえよ。もう、むしろ太ったよ。うん。なんか、肌ツヤ。笑うな、ねむねむ。なんて？はい。肌ツヤが。肌ツヤが何？唇のツヤと肌のツヤが出た気がする。お前、褒めればいいと思ってる。いや、で、ほんとほんと。いや、たまたまでしょ。ねむねむハートマン。行くぞ、みんな。みんな言うやん。ね、みんなこの服言うね。面白いね。面白いぐらい言うね、ません。いや、その服な、普通に、一番目立つわ、逆にね。逆に目立つ。かわいいとかの次元じゃなくて、強調されてるわ、なんか。具体的には言わないけど。まさに、強調されてるんだ。もう一人。さあ、バラ3人です。行くぞ。あ、アポちゃん、バラ、ま、アポちゃん、次分かってる。お願い、バラください。みんな行くぞ。あと二人だ。レイン、バラムマ、ネムネム、バラムマ。行くぞ。俺はもう負けすぎて今辛いからな、お前。サトルさん、バラ無理？さあ。ネムネムちゃん、バラ欲しい。ネムネムちゃん、バラ。あ、サトルさん、ありがとう。林ちゃんもありがとう。みんな投げしよう。みんな、私、日本一のアスリートでした。相手は日本一のフラッシュ暗算です。うん、お、クマちゃんやん。おい、お疲れ。ユニバさん、ユニバ行こう、みんな。どうした？どうしたって、クマちゃん、どうした？サトルさん、ありがとう。クマちゃん、逆にどうした？あ、どうも。クマちゃん、逆にどうした？いやいや、全然。どうしたって、日韓ランク外です。私も日韓入った。あ、けど、クマちゃん、ほんま9月16、ごめんな、レナピョン。え、シェア来たよ。あ、シェア来た？あ、シェア行ってた？クマちゃんに。あれ？マジで？ネムちゃん。日韓に入れてほしいんだ。シナモロールとレオンで。フルコンボや。行くぞ。あ、全然、クマちゃん、シェア行ってた？ごめんね。うん、シア言ってたんか。アポン。はい、グミ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 がポン。はい、レイン。はい、ハンギョドン、ハンギョドン、ハンギョドン。久しぶり、りょうくん。今来てくれたん、クマちゃん。今来た？ほんまに今送ったつもりないんやけど。あれ？あとこれ集めてる。これ、え、やっぱ、何？抽選でもらえます。抽選でなんか。全部揃える時代は。りょうくん、ありがとう。え？忙しいから、バイバイ。マジ、クマちゃん、ありがとう。ごめん、優しいな。ありがとう。クマちゃん、ほんま、もう、また、時間あるとき遊びましょうね。ありがとう、まあ、愛してるぜ。皆さん。いや、ごめんね、ほんま。りょうくん、りょうくん、元気。俺、シェアしたかな、クマちゃんに。りょうくん、31。ありがとう。クマ。久しぶりだ、りょうくん。みんな、クマやどこの奥にいるの？モテさんとこ？優しい。うん。遊ぼう、またね。うん。ごめんね。ありがとう、わざわざ。すんま。声でかい。ごめんね。ありがとう。ねむねむ。はい。ハンギョドン、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 ハンギョドン。クマちゃん、マジ優しいな、ほんま。また飯やな。遊びに行かなな。ファンを負けたらもう、大変苦しい、マジで。胸が苦しい。何がやねん。わざわざ、んが苦しいって言わんでいいでしょ。強調するなよ、だから。いちいち。だけど、クマちゃんありがとうな。優しいわ。マジでさっきからもう、2桁3桁チャンネルやったからな。さあ皆さん、60.1K で日韓入れますから行くぞ、みんな。団結してくれ。どう見ても、絶対、負けるとこないと思う。フラッシュ暗算ぐらい負けるの。やば。え、フラッシュ暗算以外で、俺に勝てる要素あんの？お前。うん。走りも絶対速いですよ。いや、そんな運動系なんてさ、別にだって必要とされてないやん。料理とかも絶対の方ができるし、いや別に、だ料理も雇ったらいいしな。だからもう、社会で必要なのは、合理的に物事を考える思考能力やから。でも生き抜く力だと思う、金は。生き抜く力は、お前サバイバルゲームしとけよ、それやったら。うん。ありがとう。貨幣通貨社会だから、この世の中はね。さあ、来いよ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 、あかね。さん、はい。来ない、来ない、来ない、来ない。やっぱお、来たおい、ネムネムか。あ、違うわ。誰や、ランオフか。ランオフ、ランオフ、ランオフ。あっぷんな。ビビった。えぐいってキャピンキャピン、キャピンからの容赦とビクトリー、トゥルル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 
クマちゃんが優しすぎた原爆や。はい、お疲れ。歯医者ミュートじゃお前は。はい、感謝します。1位クマちゃん。ありがとうだ。優しいな。まだありがとう。そして、アボちゃんも愛してるぜ。うま。そして、ネムネムもようやった。ナイスや。そして、レインも、みんなまとめて。赤沼は生き抜く力が完璧で究極の。どういう状況でも。皆さん見ます。ごめんな、ネムさん久しぶりに応援してくれて、本当に本当にありがとう、ナオさん。いや、じゃあお前250最近会えなくて、なんか、りょうくんで毎日来てくれてた。ちょっと投げとるかな。なんかすごい寂しかった。ネムネムちゃん、まさに柳井さん、トトルさん。もう一回来たんだけど。もう一回来たんだが。てか、アイコン変えてるよ。もう一回来たんだが。私、お礼言ってる間にもう一回来たんだが。いや、それお前、お礼言うやついねえだろ、負けてんねやから。お礼言うよ、みんな。いや、俺も、あれやで、その、今度な、東京行くねん。YouTube の企画の続きで。ほんで、とろみちゃんとデートして、あみちちゃんっていうこともデートするけど。ん？はるきかいさんのやつまた呼ばれたの？いや、はるきかいさんの YouTube の企画に呼ばれて、そこで、社長さんに採用してもらったから、うん、とある社長さんにね。で、その社長さんのもとで個別面談があって、そのために、うん、そう、東京行かなあかんくて、また。そう。そう。それで。私もそういう系テレビ出たことある。サウナの虎ってやつ。それ結局どうなったん最終、それ。なんかインフルエンサーの、なんかよくランボルギーニみたいに乗ってるリョウって人わかる？なんか。わからん。医療系のなんかよく、多分、その人が優勝して、うん。私は三次審査も、三次審査っていうかその、オーディションのテレビなのよ。まあ、結局なんか不合格やったってことで、別にその先は何にも繋がらなかったってことでしょ？なんか1位になると自分のやりたい事業を応援してくれるんだよ。あ、そうなんや。大体似てるような企画やな。そのりょうさんはどんな感じになったか知ってる？でももともとその人なんかね、大学生でもともとなんかすごい、なんか億稼いでるかわかんないけど、なんか元々やばいね。億稼いでる人がそこでさらに採用されちゃったらもう何もやることないね。なんか、あれ、アパホテルの社長さんとか来てよ、その企画の。やばいね。よくありがとう。元屋さんやったっけ？名前忘れた。よくわかんない、ああいう人たち。名前忘れる。すごいよね、ほんとにね。さあ、バラあと一人です。あと一人。いくぞ。あと一人バラ。アウトのピースバラマ。あと一人。ああ、3分より投げて。いくぞ。やばい。アポバラウンマ。ナイス。アポだけが俺の友達や。アカネも、今言ってくれた、林ちゃんとりょうくんとマサヤンだけが友達や。いや、俺でもパクるなよ、お前。もうさ、化け猫が、しょうもね。ほんまに。みんなでさ、アカネってほんま気分の波がこうやよな。めちゃくちゃ泣いてる日もあれば、めちゃくちゃニコニコしてる日も。お母さんもそうじゃ、寝てる時もあればさ。いや、寝てることはあるけど、そんなもう激しく泣いたりはしないんだよ。はい、31人団結や。やばい、バリ視聴者少ない。いくぞ。喜怒哀楽少ない時は。喜怒哀楽を表に出すのね、君はね。さあ、残り10秒。いくぞ。頼むぞ。言ってくれるせませんか。これ決めるぞ。本当に。3桁、4桁。これ勝って、トンズラ帰ろう。これ勝って、トンズラ帰ろう。うわ。パンパンプリー、りょうくん、ナイス、かわいい。パンパンプリー。パムパム。パムパム。パムパム、かわいいこれ。あかんわ。ちょっとこれはもうシェアせなあかんパターンちゃうかな、これ。シェアしたら来ます？逆になんか。あ、なんか、俺。俺ね、クマちゃんにシェアしたつもりないけど、クマちゃんが来てくれたね。優しいね。あ、クマちゃんにシェアしてたわ。うん。いやー。本当ありがとう、ラオフさん。なあちゃん、なあちゃん。なんちゃん来てくれてありがとう、なんちゃん。これかわいい、めっちゃ。なんちゃん。ちょ、絶対来るよ、でも。絶対来る。ありがとう、ほんと、りょうくん。ありがとう、ランオフさん。ランオフさん、よく頑張ってくれ。ありがとう。ありがとう。さあ、ランオフ誰やねん。ほんま誰が気になる。行こうかな。ランオフさん、ランオフさんね、多分同い年、年下だもんね、多分。見に来んな、見に来んな。焼きそばパン？誰や、りょうってやつか。違うよ。PK 終わったよ、やないさ、PK も。今、三両なの、三両。最後気持ち投げるようやから、これ、りょうちゃん。りょうやろ、投げてる。いや、りょうやろ、絶対に。やめて、探らないで、誰が。めっちゃりょうがコメントしてるから、りょうやろ、さっき投げた。やめて、探らないで、ミュートの K だ、ミュートの K。大地さんいらっしゃい。もう、人の権力を探る人って、大地さん、私、春日部です。元、地元春日部。クレヨンしんちゃん大好き。今負けたんですよ、プロソロさんに。さっき助けてほしい。いや、ほんな、俺だったら。こんなカビゴンに負けるの悔しい。ほんまに調子悪いからな。あと62件いるもん。なーちゃん、ありがとう。いないなー。厳しい。
ゃあ、35人団結してくれ。ね、覗き魔、カンニング。みんなテスト、みんな勝負にカンニングしてくれ。いや、別に、見える設定になってるんだから、カンニングでも何でもねえだろ。相手見えないよ、見えないのに。見えないものを見ようとして、望遠鏡を覗き込んだら見えました。ありがとうございます。勝ちに行こう。さっき負けたから、もう。地投げしてでも勝とうかな。いや、無理で、お金に勝てません。いや、地投げしては勝てるわ、さすがに。さあ、みんな集中な。行くぞ。頼むぞ。絶対負けちゃダメ。なあちゃん。5000コインや、行くぞ。負けちゃいけない場面はある、絶対。頼む。マジで今誰もおらん、ほんまに。ミュートや。うるせえ、黙れ。はい、アポちゃんありがとう。あ、みんなまとめて寝てんのか。ナホちゃんもありがとう。しかも、グローブ来ました。なんと、ナホちゃんがゲットしました。ナホちゃん、グローブね、使いに来てくれたら嬉しいよ。こうやってやったらグローブ行こう、こうやってやったら。読みます。ランフさん、私に勝利をプレゼントしてくれてありがとう。ナホちゃん、マサヤン、コウさん、ナンちゃん。みんなありがとうございます。みんな、リベンジ大成功。いやー、これ勝てる要素ないな。クマちゃんが来てくれて1対1やけどな。もういなくなったの？クマさん。早いね。うん、クマちゃん忙しいからってことでね、もういらっしゃらなくなったから。あー、じゃあ俺もバドミントンの練習せなあかんからまたな。もう行っちゃうの？やだ。もう一回お願いしますって言え、さすがに。4コラやろうよ。4コラ？ 4 コラやっても、うまいこといかへん気するんやけど俺。じゃあメンバーおらんくね？じゃあもう一回普通にニコラするか。ニコラで俺が逃げてやったらさすがに抜けるわ。もう一回やろうか。うん、一生いっぱいね、今。一生、うん。てかなんでアイコン変えたん？なんか気分、なんか、9月だし。今あかね、本当に今また一から枠を作り直してるから。お前毎回その言葉言うてるよな。何回作り直す？でもそんなことない。毎回ゼロから作り直せや、お前。ゼロではない。1、1。いや、ゼロも1、いや、作り直すっていう段階で、うん、ほぼゼロなのよ。ゼロも1も。ゼロではやっぱ。じゃあゼロから作り直すのか、1から作り直すかのか。1よ、今。だって、ちゃんといる人はいるもん。そういうことね。けど、やっぱ3日になるまでの、やっぱその、はい、の団結はないから。あー、なるほどね、うん。確かに最近全然ランキング上にいなくね？あかね。前はさ、もうほんと20位以内とかよくいたんですけど、今はもう、もうベイビーソーちゃん来てくれへんぐらいだったの？あ、ソーちゃんも7ヶ月ずっと戦闘切って応援するので。うん。もうお休みというか、やっぱでも、やっぱいると、その人がいるからいいやってなっちゃうから。うん。お休みというか、まあもうお休みですよね。なーちゃんありがとう。来てくれとか言わへんの？あ、なんかイベントはお願いするときとかあるんですけど、言わない人だね。休んでほしい。じゃない、休んでほしい。もう頑張りすぎる。なるほどね。あれ、まさやんそっちで投げてるってことはもう、フォロー解除されたいってことか、おい、まさやんこれ。まさやんは赤いこと好きやん。いや、まさやんは俺も結構、でかいやつ投げてくれてやね。ライオンとかユニバとか。ティーさんはね、今お休んでるよ、休んでる。スパルタのティーさん。同じ名前だからね、たけるくんと。もうお休みです。さあ、まだ3人です。ほんまこの時間誰もおらん。マジ泣けるほどおらん。あっち行ったらアカネがフォロー外しちゃうからね。ダメだよ。ああ、いや別にいいやろ。こいつすぐフォロー外すで。外してないよ、すぐ。あなたたちが、あなたすぐブロックするやん。ね、いや、これユタシと勘違いして俺ブロッコリーそんなせえへんって。マサヤンはよく見てると、タクゾンちゃんバラン。こいつはな、70万円人にすぐおごらせん。また言い始めたこれ。もうどんだけ言うの、うん、これ。で、ユニバ2個しか返してないねん。60万損してんねん。武器をバランマ。はい？1M はお前のリスナーが応援してくれたものをやって、お前自身は応援してないから。クロトロさんの中から来たことないもん。いや、それは言いがかり。クロトロさんに全部5個言ったです。あ、今28レベルだけど。あ、ごめんなさい。ミュートにしてるんで聞こえません。お疲れ様です。さあ、皆さんバラです。行くぞ、バラ。みんなバラです。行くぞ。何もないよ。お金もそんぐらい応援してるから。同じではねえだろ。同じでは絶対ないぞ。さあ、あと一人バラ。女にもそんぐらい使ってる。なんでアカネがこんな言われなきゃいけないの？いや、じゃあ、アカネが俺に使わせすぎてんねん。マジで。いや、勝手に勝ってんの？いや、あ、勝手に勝ったって言っちゃったね。うわ、これ切り抜いてお前炎上するぞ。ええやな。だって勝手だもん。だって気持ちで。ごめんなさい言えるか、お前。ごめんなさい言うときゃええで。なんで？なんで？だって気持ちで。うわ、勝手に勝ったって言いよった。お前がもう勝ってほしいとか言うて。脅してやったらやばくない？だって。なんて？脅して買わせたらお金犯罪者じゃん。いや、だからけどな、言い方がやばかったぞ。やばくないよ。全然やばくないよ。うわ、こいつ開き直ってるわ。
え、マジで万引きした犯人が、なんか事情聴取を受けてみたい。私は物でしょ、他の子はちゃんとさ、売り上げになってるからさ、私は。でも、スピチャルに集中したいで、黙れよ、お前。39人団結。行くぞ。黙らせようもん。行くぜ、みんな。ちょっと集中して、頼むわ。永遠に言われるんだけど。え？あとね、永遠に言われる、これ、応援に行ったのよ。いい湯だな、ははは、アポ男じゃないんだけど、この人。さすがや。素晴らしい。やだ、負けたくない。黙れ、お前はな、反省せなあかんねん。なんで反省するの？応援に行ったの？だから、初対面の男に70万円もおごらせたことに関して、ちょっと、な、反省せなあかんねん。ああ。私のからも応援行ってるじゃん、いつも。いや、別にそれは、だから、あの、あかねのリスナーが頑張ってくれたことだって。そうだよ。でも、あかねが言ったんで、うん、プロソロさん今調子悪いから一緒に行こうって。ほんまかそれ。証拠残ってるのそれ。聞いてみなよ、ゆきくんとか。なるほどね。じゃあ、持ちつ持たれつってことで OK です。はい。頼んでほしい、そしたら、そんな。マジギレすんなよ、お前。マジギレしてないけど、しつこいんだもん、ずっと。だから俺は、だって、ベイビーボーちゃんもう言わないでとプロソロさんに言ってんのにさ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、みんな行くぞ、この女やかましいから。もうこの女はな、もう TikTok の画面上でしかもう絶対会わへんから、俺は。ありがとう。こいつと会ったら、おごらされるから。プロソロさん会わなきゃいけないの。なんて、なんて、もう一回言って。はい。逆になんで私が会わなきゃいけないの。いや、じゃあお前会いたい言ったから、俺会ったったやんか。私の実感を使わないわ、もう。あなたにも。俺だって使わねえよ、黙れよ。けど、コラボはしような、仲良く。コラボはしような。コラボはしような。行くぞ。この女に勝つぞ。ちょ、頼むぞ。ほんまに頼む。この女やかましいね。マジでムカつくから。やかましい、このカビゴン。黙れ、クジラのダイビングでお前ら勝ってるぞ。お前差し込め、お前ら。いけ。ガチで。いける。ほんまにやばいって。最悪や。明日ってお疲れ様です。ありがとう。畜生、また負けた。ラオウ様、ありがとう、ラオウ様。また負けた。ラオウ様。これは嬉しい、気持ちいい、みんな。社長、この女黙らしてやりませんか？ムカつきますので。社長、なんか、バー行かれるんですか？バーじゃないか。なんか、出店されたおっしゃってましたよね。こんなにさ、女の人をさ、こんなに。ナチュラルナイン。なるみちゃんっていう店主がやるんですかね？バーナチュラルナインっていう。これ全部お金出したんですか？すごいな。社長、ユニバヤ。黙れよ、お前、化け猫喋んな。アポちゃんありがとう、愛してるな。そしてルフィオもありがとう。はい、オースケもみんなまとめて出してんで、ね。また負けた。さあ、皆さん、日刊まで残りもうちょいですのでね、頑張りましょう。これもう無理やな。いや、アイキ、お前、覗くな。ありがとう、本当に。スラってきて。もう一回やろうぜ。よもう、アカネちゃん、もう一周回って可愛くなってきた。もう一回やろうぜ。ね、絶対ない、なんかその、直接は絶対会いたくないんやけど、やっぱその配信上で見るとやっぱ可愛いね。そう。配信上で見ると可愛いね。だから俺は、応援したこともあるもんね。爆投げしたことあるよね、俺ね。いやいや、アカネの方が多分その2倍いってるよ、その3倍ぐらいいってる。リスナーさんがね。うん。アカネ本人じゃなくてリスナーさんがね。28レベルだけど、ほぼあなたですからね。いや、知らんよ。そんな、お前、28レベルとか言う、そんな、もう、そんなすぐやで。TikTok スターズ1個でなれるらしいぞ、その。なれないよ、TikTok スターズ。いや、ほんまほんまほんま。あ、ギョドンっていうやつが。ん？今まで、だって6個ぐらい投げたことある、ユニコーン。あ、うん、サブアカも26レベルだもん。あ、多分な、その時は反映されてなかったんじゃない？そのギフターレベルのシステムが。俺に投げた時はね。だいぶ前でしょ、それ。うん。最近やん、ギフターレベルシステムって。ギフターレベル11月からじゃない？私11月16日から始めて。うん。2位になった時は11月26か8だったから、12月ぐらいかな、多分。だからありますよ、その時。なんかごちゃごちゃ喋ってますけど、まあ結局、まあそんな投げてません。あの、クジラごはんに喋ってもスコアが伸びない意味ないですから、スコアでちょっとスコア、負けてる方って黙ってもらっていいですか？負けてた方。お前黙ったらお前もうライブできへんやないか、お前。あ、アイキお前笑うてるんやったらなんか応援してくれよ。誰誰？マジで今やばいわ。アイキが見てんねん、俺の配信を。笑ってんの？何で笑ってんの？アイキが笑ってんねん、この顔持ち。笑ってんの？もう社長いらっしゃらないよ、もう終わったわ、絶対負けた。なんで？社長だけど。社長、俺も社長になりてえ、ネクストレベルの社長になりてえよ、もう。サラリーマンの意地を見せよ、サラリーマン。ネクストレベルの社長だったらこんな配信しなくていいんだもん。そうぽんバランマ。あ、まさやんバラちゃんだよ、まさやん。なんちゃんありがとう。キリアバランマ、ルフィオバランマ。バラの子にあるバラン。みんな社長だけが全てじゃない。サラリーマンも日本の社長こそが全てだから。社長が世の中をな、支配というかさ。
え、まさやかな、あれ、まさや。トップを極めてるんだよ。ひどくない？サラリーマンも日本のためにさ、頑張ってるのにさ。お前サラリーマンちゃうやろが、お前な。社長だってみんながいるから社長になれるんですよ。いやいや、まあみんながいることは大事なことだよね。人類がいるからね。ね。何が人類やね、こいつ。ね、こいつお前画面越しやったらめっちゃおもろいのにや。さあ、よってさに男と女がいるから、あなた生まれたの。いつまで喋ってんねん、お前。黙れ、2倍のスペシャルやねん、今。アダムとまだよ。アダムとなんとか。アダムとイブや、お前。わからんねんって喋んな、お前。感謝しろ。アダム感謝しろ。あなたハンギョドン。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 アポちゃん。アダムと夢に感謝しろ。くだらんこと言ってる、ずっとこいつ。なんじゃしょうもね。マジくだらん。ほんまにくだらん。ほんまにくだらん。あの、中身ある会話せえへん。社長だけしか人間だと思ってない人って。もう絶対ない。社長ぐらいのレベルまでいけたらさ、もう何でもし放題なんだよ。ね、社長さんもなんで社長だったかわかる、うん、みんなに感謝の気持ちを。ちょっと待って。おい、あかね。アダムとマダムって言ったって。アダムとイブね。アダムとマダムはおもろいぞ。いや、やっぱ、じゃあ、お前、おもろいわ。やっぱ、配信上はおもろいねん。うん。アダムとイブに感謝する、アダムにイブ。うん。アカネとコラボは面白い。うん。だから、まあ。分かった、分かった。そういうもんって、なんか、分析いらないって、今のこのバトル集中しろって2分だぞ。お前が集中しろよ、2桁が。なぁ。何その、分析いらないの、アカネの。分析あなたはまずどう勝てるか考えなさい。お前が考えろよ。お前がどうやったら勝てるか考えろ、2桁で。全集中しなさい。お前が集中しろよ。どういうキャラやねん。なぁ。今日お前、調子いいな。なんでそんな調子いいの？ユニバ見たから調子いいの私は。誰からユニバもらったん？ルンチュン、ルンチュンから来る。誰やねん、知らねえよ。はい、44人団結な。もう、社長もいらっしゃらなくなったから、もう、地投げや。ね、みんな一緒に頑張ろう。社長だけが全てじゃない。みんな見せてやろう。いや、社長は、もうほんとすごい。社長こうやってみんな頭取になる人に頭取。あかんねん。頭取ってあの人？頭に取りで。違うよ。社長を超えるのって頭取でしょ？え、そうなん？社長がトップなんじゃないの？え、頭取がトップだよ。は？嘘？ほんとだよ、そんなのわかんないよ。大丈夫？え、嘘や、ほんまに言ってる？ほんとだよ。頭取で検索してみる？大丈夫、それでも大学出たの？お前高卒やろが。あ、じゃあお前 48×79 は。出た出た。3792。うん。出た出た、それ自分のフィルム。頭取は主に銀行において使われる肩書きの一つで、一般の会社の社長に相当する役職である。いや、お前、銀行での社長のことを頭取というわけであって。取締役には勝てないわ、社長は。取締役には。社長も取締役も、頭取も全部一緒で。集中しよう、早く。お前や、全然、だから、日本語分かってないよ、ちゃんと、お前は。社長の一人の力よりも、団結の方が強い、みんな。いや、そんな団結してないよ、62コインで、お前。うん。全然団結してない。行くぞ。頼むぞ、51人。もうほんまさ、こんなしょうもないバトルしてるから、もう川原社長もどっか行っちゃってやんか、お前。え、いたの社長。せっかくすらってくださったのに。うん。うん、止めてよ、ちゃんと。知らねえよ、もう。社長は忙しいんだよ。さあ、みんな行くぞ。会長が一番なのかな、わからんけど。かしこまれんぞ、お前ら。やべ！あ、あ、よよよよよよよ、嘘やろ。最悪や。やったー、中着地ありがとう。最悪や。ミュートや。黙れ、お前。うわ、アポありがとう。ソーポン、ルフィオ、ケンタロウ、アヤスシャル、ギリアムね。ラオフさん、ありがとう、ラオフさん。ラオフさん、ナイス、ラオフ。イエーイ。なあちゃん、まさに、りょうたくん。ビオ4で終わりや。ビオ4の威力を見たか、社長に負けないぞ。ありがとう、アポ。お前、3桁で生きって喋ってんじゃねえぞ、これ。こうよ、社長。お前、日刊まで、あと、ライバルに言わなきゃいけないの？いや別にお前のことライバルやと思ってねえって。あの、元トップライバーで今底辺ライバーでしょ？そんなんわかんない。一回上に行ったらその経験があるからもう一回行ける。諦めない限り。わからないよ。お前残り 100K やな。残り 100K で日課で。俺あと 64.3K やからユニバー1個分以上ね。はい、なんて？変わらない。変わってんね。はい、じゃあ俺よりもユニバー1個分、うん、スコア低い女。じゃあな、またな。腹立つわ、ほんまに。ごちゃごちゃ、ほんま。はぁ、この時間もう無理や。ちょ、プリンとやるか。やっぱ、弱えやつとやって、ちょっと自信つけるしかない。とんかつ兄ちゃんやね、違うの？いや、違うやろ。上がってないやろ。
スコアがな。上がってないやろ、うんうん、いやいや、スコアも上がってないけど。うん、テンションもな。します。あと、人気もな。あと、TikTok から得られる広告収益もな。上がってないな。広告収益は、いや、ちょっとずつ上がってきた。なんぼやねん、ほら、言ってみてよ、じゃあ。いや、金額は言わないけど、マジで、なんかちょっと上がってきた。1万円は超えてんの？TikTok ナイス、ありがとう。超えてないやん、お前4桁やん。うん。なんでそんな格好つけて、はい？うん。いや、けど、いや、マジで上がってきた。その過去動画を、無理やり1分以上にしたって。いや、違う。最近のもう、新しく出すやつを、もうまとめて。すごいね。本当は 3回に分けて出そうと思ってたやつを、もう1個にして、みたいな。へぇー。けどね、再生が回らんわ、やっぱ全然。うん、へぇー。いや、そのお金取るか再生数取るか。ん？ 1 分以下？そうそうそう。1分以下の方が回るのよ、再生は。うん。これは間違いない。もう短ければ短い方が回る。あのね、この視聴維持率が長くなるのよ。要はもう1分間の動画だともうみんな離脱しちゃったりするから。そうやな。そう。だから視聴維持率がいい方がおすすめ乗りやすくなるのよ。へ、そっか。そう。だからもう2、3秒やったらもうパッと見れてまうんか。維持率 100% みたいになって。そう。しかもループもするじゃん。2、3秒の動画だったら。ああ、そういうことか。だから短ければ短い方が。でも TikTok の運用考えちゃってんな。儲からんように設定しちゃってんな。さあみんなバラさんに。うん。いくぞ。儲からんように設定してるよ。ハンナちゃんありがとう。さあ、アウトサイドピックスバラさん。さあ、あと1人、あと1人。さあ、あと1人。いくぞ。どうなの君は調子。ね、微妙もつ鍋バランマン。さっき川原社長がつらってきてくださって、そのままどっか行かれました。ああ、そっか。キリアバランマン。次のレベルに行けなかった、俺は。ネクストレベルに行けなかった。うっす。ルフィオバランマ。さあ、行くぞ。2倍やみんな行くぞ !32 人。さあ、残り 64.7K で日刊ですよ。さあ。行くか、40人。はなちゃん、TikTok マジで今調子悪いぞ。さあ、シナモロールとレオンで行こう。ガチで誰もおらんない。時間が、そう、だからつける時間遅くて、ちょっと動画編集キャンプについていろいろその、やれなあかんことがあったからさ。新しいパソコン、そう、30万するやつも買ったし、15万ぐらい払ったし、うん。いやー、バタバタやった。30万のパソコンはだいぶいいね。いいでしょう。うん。1テラバイトやから。うん。そう。うん、ライさん！あんちゃん！あんちゃんナイス！行こうよ！ライさん！ナイス！ナイスや！ライ！行くぞ、勝つぞ。この肉まんに勝つぞ。肉まん、豚まん、豚骨、はい、うどん、つるつる、ピカーイ！これでいこう。もうこれでいいわ。うどん、つるつる、ピカーンでいいわ。花丸は、これ、花丸うどん。きついよー。つるつる、ピカーンでいくわ。ありがとう。花丸じゃない、ライ、ありがとう。うわ、53だけで、ね、ゴー&ミってこと？うわ、あっ、ずっ、しょうもない。お前がな、お前のスコアがな。お前のスコアまだ終わってねえやバトルよ初心者かお前は初心者じゃねえよ上級者お前ラスト差し込むんやお前最後に行くんだゼロ差しや黙れ日課まであと何回か喋れそれやったらいやでも今つけたんだけど俺昼もやってないんですけどつける時間あそっか秋葉原行ってたんかで領収書なくしたとか言ってなかったいやなんかねそう一番買ったところの領収書なくしてマジで、まあ、けどいいのよしょうもないよ、それ。あ、いや、けど全然大丈夫。別に個人でも集めてるから、別に個人のコレクションにするだけだから。そういう、融通が効くんや。そう、別に、ああ、そう、別に問題ない。別に、どっちでもいいんだけど、ただ、まあ、会社としてはちょっと在庫もっと持ってきたかったなと思ったから、また買いに行かなきゃいけないのがめんどくせえなっていう。うんうん。そう。うん、何本ぐらい買ったん ?80 ぐらいじゃない 80万円分カード買ったん80万か90万ぐらい。買いすぎじゃね、うん、いやいや、買いすぎじゃない。ハゲだ、ハゲだ、ナイス、オラフェ資産としてまたそれ、価値が高まった時に売るためにっていう感じまあだから、要は別にね、2、3年とか寝かしたらね、上がる可能性の方が高いから、要は。へぇー。髪切れになったらめっちゃもう。え、何が下がってんの、うん、いや、今下がってんのよ。今暴落中なんだよ、ポケカって、めっちゃ。ほうほうほう。上がる可能性あるの ?100 万のカードが、そう、650ぐらいとかなったり下がりすぎやん。やばいやん。すごいでしょ。すごいでしょ、マジで。すごいでしょっていうかもう。それで発散した人いるから、マジで。マジかわいそうやろ。ポケカに頼りすぎたろ、そいつは。破産したやつはマジでやばいやん。さあ、込みよさあ、これもプロのラスト差し込みや。これでいったら気持ちいいぞ。ほーらほらふぅ
オラフナイスオーケービクトリーやくっそーでってでー何やオラフお前オラを返すわけねえだろうがお前逆サイドから来やがってナイスオラフナイスはいミュートですはい、1位ライお前ありがとうなごめんな負けてはいルフィオも、モツタメもキリアもみんなまとめてはい、まあ、みんなまとめてはいプロソロ超雑魚すぎいやお前より日韓近いからいや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 初心者すぎでしょじゃあモデレーターをちょっとな整理するからスピチャラで言い切ってまだ1対0やちょお前なんかつなげとけごめんなちょっとモデレーターちょっと整理するからちょあのなんかおもろいこと食べとけナイス握手、アクノスケは別にいいな。アクノスケはモデじゃなくていい。よし。削除しまくらなんか30人いったから。モデレーター何人ぐらいおんの今。モデレーター15人ぐらいいるかな、うん、俺もう30人すぐ行ってもうてさ、やばいわ。俺だって全然追加してないもん、最近。ああ、やんな。俺追加しすぎた、ほんまに。うんモデレーターって結構難しいよね、うん、ほんまに難しい。あと人によるよね、なんか、やり方が、うん。その卒業生だったりとかさ、うん、そうそうそう。もう俺はなんかもう一回モデにしたらもう、あの、よっぽどのことない限り外さないもん。向こうが外してってああ、そうね。俺とかもう外しまくり。もうすぐ溜まっちゃうから。うん、けど、あの、バーって投げてくれたとしても、じゃあすぐモデにするかって言ったら別にそういうことじゃないから。うん、なるほどね。うん。ガスお疲れっす。うん、ああ、オラフ全然大丈夫よ。ありがとう。ナイス。大事な人を削除したらあかんこと、ねうん。どうしよっかな。迷うな。そう、リーディエっていうカードがね、そう、1200万ぐらい PSA 10で行ってて。やんちゃさんバランマ、ヒロさんバランマ。それで1億2000万かななんか借り入れして、10枚買った人がいて、でも650万ぐらい。1億2000万やばいね。うんやばいでしょ。いや、勝負かけた人がおったんよ。なんか。これで、破産したんや。で、破産したら6000万ぐらいだから。やば。やばすぎ、マジで。11、12。何人や、今。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16。うわ、16か。あと1人ちょっと削除したいな。誰がいいかな。スピードチャレンジ。ああ、みんなやってくれたの。ごめんね。やんちゃさん、まあ。誰がいいかな。さんバラマー、オラフバラマー、ナイス。気づいたらもうスピチャレになってたわ、俺。さあ行くぞ。あと一人だけちょっと削除させてもらう。ちょっと待ってよ、お前もうプロソロお前ゼロしたんだけど何やって。俺ゼロ今。ナイスハングドハングド。よし、ハングドハングドハングド。ナイスハングド。さあ、見てはい、ごめん、あのモデレーター削除終わったから、さあみんな行くぞ。お前何をしてんねん。ごめんな、お前ちょっと行こう。うんそう、何これ。あれスピチャレ終わったもしかして。うんそう、ありがとう。スピチャレ終わったもしかして。もうスピチャレ。俺だけ2倍言ってるよ。だって君お前、スビタレが始まったら、おい、プロソロスビタレやでって言えや、そこは。いや、ごめん、ちょっと俺もその1億2000万の話してて、もうなんかあんま見えてなくて。ちょっと俺も見てない。集中しようや、お互いに。愛心に。ライくん、ごめんね、ほんとに。1億2000万の、6000万借金。だから、その、半分は売れたんや。いや、だから、もう650で手放したらいくら ?1200 万のカードを。1200万のカードを650万で手放したら550万円です。あ、違う、500。うん。550。じゃあかける10だから5500万じゃない ?5500 万損したってこと、うん、で、破産してる人いたよ。やっぱ、うん。ガチかわいそうや。ガチ、うん、しかもそれ、あれやで、1ヶ月の間にそれぐらい値動きしてるからで。マジやばいぜ。ポケカ。いや、ポケカに手出すやつ、マジでやばいや、爆地すぎるやん。いや、ポケカ結構、だから、うん、あ、いや、けど俺は、意外と5年ぐらいやってるから、あ、うん、これは、あ、底値だなとか、これは3倍ぐらいになるなとか、だいたい感覚でわかんの。あ、これはダメ、これはいけるっていうのが。そう。で、その1200のカードは、いやいや、ありえない、そんな上がりすぎだよっていうほど上がってた。おかしいな。ああ、ほんま株価みたいな感じやな。なんか暴落とか暴走とか。そう。だそれを知らない人から見たらチャンスと思っちゃうかもしれないけど、俺らから見たらこれ怖すぎるでしょみたいな。絶対こんなの買っちゃいけないよって思ってたから、そうそうそう。まあ、こんなに下がるとも思ってなかったけど、うん、ここまで。面白いね。さあ、残り1分です。うん、差し込みで勝つぞ。やばい、日刊までこれもう地投げしてでも入りたいな。だから2、3万のカードを今買って10万円ぐらいになったら一番それがいいよねって感じだな、うん、2、3年ごと。もう売り時？まあ、10万ぐらいにそう。
いずれなるんじゃないかなっていうカードを買ってる、うん、今2、3万で売ってて、将来10万円ぐらいになりそうだなっていうのを買ってる、中心に俺は。うん、なんかそれが一番安牌かなと。まあ、その、リスクも少ないし、そう、リスクも少ない。手堅く利益も出そうってことだよね。そう、手堅い。うん、そう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 。S&P500 みたいな感じか。そうやな、S&P500。ああ、わかった。米国株知ってる。わかるわかる。わかるよ、当たり前。いや、まあ、やってんねや。積み立てニーサ、積み立てニーサね。うん、あ、積み立てニーサでやってんねや。うん。うん、けど俺銀行でやっちゃってるから、そんなにあれだけど。ああ、そうなんや。うん、あんまりやな、それ、うん。そんな銘柄選べないからね。なるほどね。差し込みやぞ。さ、残り5秒。いや、もうガチで勝てる。ライキャップ、そうそう、しょうもない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 けど来てるーやだーちょっと待って、マジか、すげーえぇーじゃーしゃーもうギリギリ追いついたな。いや、追いつかんと思った、向かんじゃったら。ライン差し込みうまそう。じわじわ、マジで。じわじわ来たな、なんか。はい、どんまい、肉まん、豚まん、カレーパン。ミュートじゃ、喋んな、お前。感謝してください。1位、ライ。ラララ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 ライ。イケイケゴーゴー。愛してます、ライ。うんま。ありがとう、ヤンキーありがとう、花ちゃん。ありがとう、ビジュリー。ヒロさんありがとう。みんなめっちゃうまいや、まあ。ほんまにうまい。うん。流動性もないし、ストップ安高もないから、株というか仮想通貨やな。うん、仮想通貨っぽいんやね。ポケモンカードというものは。仮想通貨っぽいかもしれないですね、うん、確かに。うん。そう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 。そうなんや。うん、もう一回、一対一は行くぞ。かませ。もうプリン将軍がちょうどいいわ。今な、もうほんまに俺弱いから、もうな。ちょうどいいって言うな、お前。なんやねん、お前。いや、だから、舐めんなぐらいがちょうどいい、ほんまに。あガチで、その、まあ、ぶっちゃけ弱すぎるで。うん。けど、ぶっちゃけ今のプロソロぐらいが俺もちょうどいいわ。マジでちょうどいい。気使わんでいいし、うん、スコアも、そうそうそう。かわいいし。確かに。確かにな。うん。じゃあ、プリンしながらできるしな、普通に。そうやな。俺今度またトロミちゃんとデート行って、あとアミチちゃんっていうな。100万人超えの TikTok とデート行って。ちょっと、あのさ、ちょ、やばい、もう俺麦ちゃんの動画笑ったんやけど、麦ちゃんの動画。あれ見てくれた？え、回ってきた？ちょ、マジ笑ったわ。いや、違う、プロソロの、インスタのあれ見て、あ、インスタから見た。わざわざ麦ちゃん検索して行ったわ。あ、ごめんな、わざわざ検索して見てくれたんや。いや、これは見たいと思って。あれな、うん。10万円レンタルってなってるけど、10万円払うてないからね、普通に。そういう設定ね。だからあれだよな。いや、分かってる分かってる。いや、俺の中では、トータル10万円なのかなと思って。その、10万ぐらいしたんじゃないかなと思って。あ、飯とか、買ってあげたものとか。そう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 。確かに、トータルで切ると、そんだけ買ってあげてたかもしんない。で、麦ちゃん的には多分、10万円っていうので、多分その動画をちょっと伸ばしたいんだろうなと思った。ああ、そこまでちゃんと読みといたいな。すごいな。やっぱ、なんか、頭ええよな、プリン将軍って。はい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 。顔が豚まんみたいなやつけどね。いや、お前もやろ。やがましいわ、肉まんじゃん、お前。いや、変わらないよ。肉まんと豚まんあんま辛くね。一緒やな。そうだもんや。けどね、豚まんの方がね、確かね、高い気がするな、なんか。そうなんや、知らねえ。マジどうでもいい。肉まんって普通の肉まんよ。で、豚まんってなんかちょっと高級なんよ。そう。じゃあ、そばらまん。確かに豚まんの方がなんか肉がでかいイメージやもんな。そうそうそう、そう肉がでけえのよ。なるほどね。ハンギョドン。TikTok カメありがとう。さあ、あとバラ二人です。あ、バラ二人。あと一人ね。何でもいいよ。マーさん、ハンギョドン。あと一人。あと一人やばいな。いけんかったら俺行くよ。大丈夫いけない。俺もいけんかったら俺行くけど。バラマン。あ、行っちゃったけど。このバトル。何やねん、この。行っちゃったけど。行けんかったら俺行くけどって言っちゃダメやろ。両バラマン決定。あ、行くぞ。やべえ、グーソーおるぞ、向こう。やべえ、グーソー強いけど。行くぞ。いやいや、もう。グーソーに負けんな、お前ら。毎日毎日ね、来て。グーソー大変なんだから。誰、グーソー大変だ。大変だよ。毎日毎日来て。で、仕事も大変なんだから、もう仕事人間だから、軍曹。めちゃくちゃ好きやん、プリンのことな。ハンギョドンナイス。みんな行くぞ、41、ほんまに団結してくれ。はい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 、ハンギョドン、ハンギョドン。ほんまに頼む。ナイス。マジで行って。かわいいな、ハンギョドンな。ハゲドン？いや、ハンギョドン。誰が好きなんだっけ、ハンギョドン。お湯やろ、お湯。残り10秒。あ、お湯か。あとなんか、レナピョンちゃんも好きって言ってなかったっけ。嘘、マジで。ちょ、誰かほんま行こう。
ガチでやばい、今日。36ってお前。今世紀最大にやばい。おー、お前もうアイテム製造機やん、もうこれラッキーやねん、これ軍曹。もうお得にアイテムゲットできちゃうよ、これ、多分。地投げ爆弾してほしいんか、お前。ん？誕生日の時に170万円の収益あったからまだ残っとるの、お前。あ？もう100、いや、すごいよね、170ってね。いやー、ありがたかった。全然170万やで。いや、夢あるよな、ほんまに。いや、ほんまに。ほんと TikTok ライブで夢ある。夢あるよ、ね。170万やで。考えられへんもん。そこで稼げたよ、そんなに。考えられないよ、普通に。パソコンちょうだいちゃうねん、ヒロスマップ。お前、金ないねん、俺。そう。わかるわ。なあ。けど、プリコーとかはもうそれが毎日でしょ、ほぼあいつ。だって1位ばっかりやから。毎日だね。毎日だね、うん。最高やんな。もうその次元生きてえけど、何俺らのこの低たらくなランク外の視聴者2桁のしょうもないバトル。やっぱけど、尖っていかないとね。やっぱり。そうやな。いやけど、リスナーもついてきてほしいけど、今日配信者多いわ。みんなその、あれや、あるからさ。サンリオのイベント。いや、そう、サンリオはもちろんもう、そうなるよ。うん、そう。やっぱり、ね、他の枠行くけど、こっちもたまに来てくれるっていう人で成り立ってるから、うん、俺の枠。そうやな。ハイエナおこぼれ系配信者やから、俺たちは。そう。な。他のね、とこで投げてる方がたまにね、寄っていただいて、ちょっとね、投げていただけると、すごい助かる。本命の人たちが、もうみんな配信終わって暇やな。あ、でもコイン余ってんな。投げっとこないな。ええー、わ、こいつらで、みたいな。あ、そう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 。シャーなしだっていう。シャーなしなの、そう。シャーなしでも何でもいいから、勝つぞ、お前ら。差し込んだらマジで勝ってる。頼むぞ。ほんまにいけ。嘘やろ。なあ、くっそー、ナイスです。なあ、キティちゃんかわいい。あ、そしてグローブキャッチャーかわいいの言い方がキー&モーだった。くっそー、オーバーキルだったね。いや。黙れ。ミュートや、お前。はい、仮面、ケンタロウではありがとう。ミュートの警戒状。ちょっとグーソーちょっとやりすぎちゃったかな。39なんだもん、あっち。バカにしちゃってるね。俺のライさんに喧嘩打っちゃってるね。モナカさんありがとう。163トリピさん。うわ、マジかよ。はい、みんなまとめて。超弱すぎ。超弱すぎだ。いや、お前より日韓上やけどな。全然。いや、けどなんだかんだ。なんか、今のあれだってプリンぐらいがちょうどいいわ。とか言って、ボロ負けしとるやん。いや、ボロ負けしとるやん。あかんわ、4桁と2桁で、4桁と2桁ですから、もう。はい。いや、そうね。もう、ちょっと、グーソー悩まってほしいわ。お前、グーソー、グーソーなんて言ってんの？グーソーがなんて言ってんの？いや、来ると思ったのに、つって、やっぱほら、お前、来ると思ったのに。知らねえわ。知らねえわ、俺、誰もいないから、いや、お前。うん。グーソーもちょっと。お得に、ね、うん。お得に勝てるなら、こっちはお得に勝ちたいところ。知らねえよ。そう。グーソーはほら、毎回のね、100コイン、100スコアね、切らないように、みたいな感じでね、こういつもやってくれてるから、そうそう。いや、グーソーエンタメで俺んとこでも一回投げてみて、いい勝負にしたらいい。あ、いや、大丈夫ですよ。なんでやねん、はい。いや、バランスがいいバトルの方が盛り上がるやないかい。いや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 、もうグーソーは俺か可愛い。俺が逃げた向こうが4桁やったらな、どっちもなんか、差がありすぎて盛り上がらんわな。プリコーとプリン将軍がバトルしてる時みたいに盛り上がらんわな。そうやんな。え、じゃあもう俺プリコ君ってことになるよ。はい？いや、やば。そういうこと、そういうことでしょ。俺もスコアも全然ちゃうから。うん。誰がプリン将軍やねん。プリコと戦ってる。ピンクにしようかな。ここだけピンクにしようかな。紅生姜くっつけときゃ、ガムテープで。さあ、バラ3人です。行くぞ。モナカちゃん、バラウンマ、ありがとう。さあ、3人行くぞ。ナイス。そう、軍曹、そうやぞ。投げようぜ、俺のところで。一回行こうぜ、みんな。いやいや、もう軍曹、そう、さあ、バラ3人行くぞ。だったら、マイちゃんがいいと思う。アウトピックバラマ。バラマ。行くぞ。ちょ、グンソほんま頼む。アウトピックバラマ。うん。行くぞ。はい、ケンタロウハンギョドン。はい、グンソバラマ。行くぞ。うん。あ、グンソバラ投げとるな。グンソ頼むぞ。ライも頼むぞ。こいつマジで調子こいてる。今1対1かな。何対何か忘れたわ。行くぞ。とりあえずこの男に勝つ。行くぞ。マジでちょっともうほんまに。モナカちゃんのやつ反映されてないのかな、多分。ガチでいい勝負したい。もう。ガチで今弱すぎて話にならん。頼むぞ。おっそ、お前、早よせえや、あ、モナカちゃん、バラマ。いやいや、違う。モナカちゃんのやつがちょっと反映されてなかったから、今、モナカちゃんがやってくれたんよ。もう一回。遅すぎるだろうが、お前、待たせんな、お前。いやいや、ごちゃごちゃ、うるせえんと。お前や、33人行くぞ。頼むぞ。勝ってから言えよ、お前。4桁と2桁でめっちゃバカにされたからな。行くぞ。俺たちが次4桁や。ウィンゼロが。
お前のメイン1だから、そんなもん、そんなもんすぐ逆になるぞ、そんなもん。いや、あ、いやいや、じゃあ0と1どっちが多いの？え、計算してどっちが多いの？どっちが19×20 は、え、ライサーうどんつるつるピカーうどんつるつるピカーはい、グーソーハンギョドン、ハンギョドン、ハンギョドン、うん、ハンギョドン、ギョドン、ハンギョドン、イケメン。グーソーナイスや。はいはいはい。裏切られましたね。あれ ?4 桁と2桁で逆になっちゃいましたね。株式会社キーモの社長。キーモの。キームです。キームです。キーモさんキーモじゃないです。いや、キーモでいいですわ。もうキーモの方が分かりやすいし、覚えやすいんでいいですわ。なんでスーモみたいな、お前、しょうもないわ。体型はスーモみたいやけど、なんか飛んできた。何がネズミいます。何がえなんでなんでうりゃ、うるせえ。行くぞ、みんな。お前もう輝いてんのおでこだけやな。スコア全然輝いてないな、お前。普通輝いてるおでこ。いやいやいや、褒めてないね、別に。あの、スコアをいじるために、あえて引きやり出しただけであって、国語力ゼロ国語の成績ゼロやった ?1 やったん？いやいやいや。ありがとう、グッド。3ぐらい。3ぐらい。3はマジで低いやん。5段階評価で3。うん。え、何が一番得意やった？昔。評価で。何が国数2やった。日本に苦手だけど、理科とかじゃない。マジで、うん、そしたら理科が、あのね、うん、違う、理科がさ、七井先生っていう先生でめちゃくちゃ可愛かったんよ。やば、お前、やましい気持ちで勉強頑張ったってこと？だから、俺一番前に行って、で、100点取ったら、あの、メールアドレス交換してくれるって約束してくれたから、めっちゃ頑張った、理科、俺。100点取れたんそれ。むしろなんかさ、なんか変なとこ三角で、マイナス1で99ってされて、はぁみたいな。それメルワードガチで交換したくなかったんじゃん。いや、多分先生交換してないから、多分俺のやつなんか変な言いがかりつけて、マイナス1してきたから、もう俺。超面白いね。ぶち切れて職員室乗り込んだわ。先生、これはないでしょってさすがに、って。ほんなら、先生なんて言うなんか、いや、これはちょっとって、なんか言ってた。ごめん、中学の時それ。中学の時やな。理科やから。中学。ガチでやばいやん。そんな可愛かったんやん。可愛かった、まあ。お前のスコアが一番可愛いけどな。はい、こういうよ、こういう。あ、来るぞ、うん。ワンチャン来るぞ。ライ、差し込みの準備だ。学校が嫌で、その後転校しちゃった先生。先生が残り10秒。来る来る。グースが来る。え、嘘。いやうわ、グッソ、チャンピオンオッケーフィーン来ると思ったわ。エイグローブゲットビクトリームカツクミュート。マジムカツク。はい、ライありがとう。グンソ裏切ってきた、こいつ。はい、ケンタロウもみんなまとめて何してんの、プロに潜ってね。行かないと見せかけつつも行く。そう。さすが、グンソありがとう。やられた、グンソに。モナカちゃんありがとう、ヤンチャーさんありがとう、ネズミエンタメやられた。トリピさん、スピッチャー、ヒロさん。はい、みんなまとめて。プロソロ超弱い。超ではないぞ。手のひらで転がされたんか。これ、4コラした方がいいのかな。なんか、呼べるやつもなんか。まあまあ、2コラや。もうラストや、もう、お前もうええわ。どんだけ俺とやるんだよ、お前。おー。最後、一回も、叩きのめして、どっか違うとこ行くわ。勝つまで終われねえわ。叩きのめせたらいいけどね。うんうんうん。カツオの叩きみたいな顔面しやがって、ほんま。行くぞ。してねえだろ、どこら辺がカツオの叩きなんだよ。カツオの叩きみたいな顔面って。カツオの叩きはわかんないよ、だって。わけわからへんよな。意味カツオとかだったらまだわかるけどさ、カツオの叩きってだってもう、カツオ叩いちゃってるでしょ。美味しい刺身になってるだけやからな。炙っちゃってるでしょ。炙って美味しいよな。ポン酢つけたら美味しいよな。ポン酢つけたらな。カツオの叩きも美味しい季節が始まりましたよ。9月に行ったんだけど俺食えないのよ。食えないのよ。嘘やろ。叩き。女の子はいっぱい食ってんのに？いや、好きなのよ。カツオの叩き大好きなんだけど。女の子は好きなのに？まあ、だからお前ごちゃごちゃうるせえわ。あの、痛風気味の人はね、なんか痛風にすげえ悪いのよ。カツオ叩きって。痛風ってどんな現象が起こるの？うん、はい。痛風はなんか朝起きたら足のなんかこの甲、うん、ここら辺がなんかめちゃくちゃ痛くなって歩けなくなる。もう、かわいそう。マジで？まあけど俺はそんなにがっつりじゃないから、そんなに出ないから全然。ちょくちょくそうなるんや。あ、いやいやいや、別にそんなことない。そんなに出ない。じゃあ大丈夫やん。食えや、普通に。いや、けど、プリン体はやっぱ、
あの、多いのはちょっと危ないね、やっぱ。プリン将軍はプリン体ってもう笑かせに来てるだけで入ってけえへんねん。さあ行くぜ、行くぜ、みんな、行くぜ。ほんまに。さあ行くぞ。行くぜっつってもね、別にあいつ来ねえからな。いえ。お前、川原社長呼んだらやばいからな。ザー&コーやから、お前、しょうもないよ、ほんと。バー&カに言われたくないね。ヒロさん、ヒロさん、バラバラナイスさあ行くぞ、頼むぞ。行くぞ、バラバラナイスいつもこれぐらいの時間帯に奇跡起こってたはずなんやけどな。ヤンジャさん、バラマ。やばいな。大丈夫よ、グロさん。さあ、あと二人バラです。やっぱ、あれかな。一回寝てから配信しようと思ったけど、寝んかったから、ちょっとテンション低く思われてんのかもな、今日俺。ワン、バランマン。テンション低いよ、俺。いつもと一緒大体一緒いやけど、ま、ちょっと抑え気味かも、いつもよりは。やっぱそうか。うん、うん、うん。そう、なんかちょっと元気がないのかもな、いつもより。わからんけど。さあ、29人だけど。やっぱ俺らは、やっぱ基本的にイベントきついよ。まあね。いや、諦めんなって。そもそもきつい。わからんぞ。さあ、29人、行くぞ。本気で行こう。苦手なんだもん、俺ら、イベント。基本。いやけど、俺、縦部とかもデイリークリアできてたしな、最初の方はね。まあ、さあ、行くぞ。まだイベントあれか。かましたれ。ライ、本気で行こう。横地もなんだかんだイベント強いからな。まあ、イベントあいつすごかったな。あいつすごかったな。なんか、インスタ見たわ。ムカついたわ、普通に。なんか16位です、みたいなね。調子こいてんだな。そんなんな。俺たちが主催するオフ会のイベントには来えへんのにな。ムカつくよな。そうやな。配信ばっかやりやがって。大阪来いよな。そうやな、ほんと。なあ、ライさん。うどん。グルーソーライス、ライス、ライスハンギョドン、ハンギョドン、ハンギョドン、ハンギョドン。ライそう来なくっちゃ。グンソーが毎回うまいこと差し込んでくるから、ちょっとライ気をつけてくれ、ほんまに。毎回ちょうどよく差し込んできて負けるから。いくぞ。あ、ジージー、ありがとう。何今すっごい気持ち悪そうな顔してたけど、大丈夫ゲップ出したん？いや、別にゲップ出てないやろ。出てないんだ。ジージー、ありがとう、ナイス。行くぞ、かましたれ。いやー、楽しみや。ジージー、ジージー。アミチちゃんと一緒に飯行けんのマジ楽しみやし、トロミとも飯行けんのマジ楽しみ。でも金かかるなぁ。いやけど言うて10万ぐらいやで。ポケが80万円分買うんやったら俺別に女の子とデート行けた方がいいもん俺。ポケが興味ないし。全然、だって10万でデート行けるやったらよくね。15万ぐらいアミチちゃんには払ったが、チェキ会でね、そう、150枚写真撮るってなったらそうなって。で、その150枚の特典で、飯とかプリクラとか行けるってなってんやけどね。まあけど俺も結局ね、毎月母ちゃんにね、25から30ぐらい払ってるからな。うわ、最悪やな、それ。もうめっちゃ嫌やわ。俺のおかんがそんなんやったら絶対嫌やわ。縁切るわ、普通に。働けって言うわ。うん。5万やったらええけどな。25は嫌やな、普通に。あと5年なの、年金もらうまでに。あと5年あるからな、結構きついよな。5年か、毎月30万まあ、30ぐらいだね。30ぐらいか。30×12 で360万。360×5 で1800万、これから払わなあかんねんな。きっついな。まあ、近くな。な。はい、ライさん、1000コインでいこう。1000コインでカウンターや。絶対軍曹が差し込んでる。1000コインでカウンター。1000コインでカウンター。軍曹が作る。絶対来る。絶対来る。絶対来る。あれ？アミチちゃん、いいね。確かにね。ビクターピカーシャイトキャピカピカピカのヨイシャトピカ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 それで、ニケタ。グンソありがとうありがとうあ、いい手にやりますよ。これ海外に行くのかな。はい、グンソ、はい、ミュート。はい、1位は、ライさんだよ。チュさすがだよ。ありがとう。優しいな。うま。タクもルフィオも、はい、みんなまとめて。完璧で余裕すぎる究極の。ルカちゃん、こんばんは。こんばんは。気持ちいいな。勝つって気持ちいいな。まあ、花持たしてやったわ。最後に。ありがとうございますやろ。じゃあ、本当にもうプリン将軍。本当に、アリが10匹。ありがとう、ライさん。ほんまにありがとう。マジ嬉しかった。さあ、誰行く？クラゲ行くか。クラゲ猫行くか。いやけどほんまもう今勝てるやつがいない。みんな強いもん。みんな強いからもうしんどいよな、普通に。
プリン将軍ぐらいがちょうどええねん。普通にガチで。ユアンハートウンマ。誰行くよ。アカネもう一回行くか。いや、クラゲやりたかったやけどな。今、強いやつ、弱いやつ。誰行く？けど、俺んところもう誰もおらんしな。さあ皆さん、日刊まで残り 78.3K ですね。アカネでいいか。調子良ければ12時超えてもやるけど、調子悪かったら12時で終わるかもな。なんか今日あんま調子良くない。今この時間はね。アカネはどう？アカネもあと 100K で日刊。あんま動いてないね、そしたらね。喋ってたん、ずっと。ボコボコにされて喋ってた。誰にボコボコにされちゃったの？リッタン、リッタン。強いよ、めっちゃ強いその。わからん。日刊何位の人？日刊、もう最近よくやるの、リッタン。今日刊、74位。ああ、けど今日の74位は相当すごいよね。230。めっちゃレベル高い。そう、強いもんでと、そうだね。トリップやからやな。今、アカネはさ、その、何チームなの？サンリオは。サンリオでもね、そんな本気で出てない。そんな出れる枠じゃないから。いやいやいや。そうなの？なんかイベント出すぎて、どんどんみんな離れてっちゃうから。ああ、もう、スタイルをちょっと変えたわけ？そう、なんかやっぱ、オールスター頑張りたいから。ああ、それまで貯めとくみたいな感じ？なんかもう、サンリオもさ、もらったから、これ前。この。見せて見せて。すげえすげえ。それ、何のやつだったっけ？サンリオの、何のやつそれ？デイリーの方でもらったから。あ、デイリーでもらえるんか。デイリーの何位で？ 1 位それ、ルフィオブラム。3位だったかな、私、3位。デイリーの3位に入るだけでそんなもらえんねやな。そう。へぇ。バラください。いろんなとこ誕生日とかと被ったら最高や。さあ、32人団結。あと2人です。バラ屋行くぞ。とかさん、バラ欲しい。お姉ちゃん。アウスラピース、バラウマ。あと1人です。ちゃん。35人。タイク、バラウマ。色男さん、ありがとう。いや、プロソロさん、モデさんいないからね、プロソロさん、モデさん。今日強いからね。どういうこと？プロソロさん、モデさんいないよね。結構いるよ。違うよ、その、ちゃんと、挨拶とか行くモデさん。ああ、別に、いかんでいいって言ってもね、めんどくせえし、俺のところに挨拶来られてもめんどくせえって思うし。ありがとう、名前くん。さあ、行くぞ、ライさん。みんな。ライさんいるの？え？ライさん。ももちゃんのところの、いや、まあ、違うライさん。ライマくんじゃない。ライマくんじゃない。今井みーちゃーん。頑張ろう、一緒に頑張ってくれ。多分、茜は誰もおらんから、3桁で勝てるけど、3桁までは行っとこう。そんなこと言わないで。いや、おらんやろ。視聴者何人やろ。いるよ。私の奥今強いんだから、今。あ、ライさん、うどん、つるつる、ピカーありがとう、ハングル。そうこなくっちゃない。ラララライ。いけいけ、ゴーゴー、ヒロミです。X ジャパン。トゥルーン、トゥル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 。ナイスよ。ライってライマくんのサバカでしょ、だって。そうなの？そうだよ。ほんまに言ってる？なんでそんな首かしげ、そうだよ。似てるだけで違うと思ってんやけど、ずっとね、俺は。いや、同じだって。なんでそう言い切れんの？証拠は。雰囲気だから、雰囲気で。違う、笑ってほら、言われてるやん、お前。勝手に決めつけてんじゃねえよ、おめえ。絶対ライマくんだよ。いや、だから、ちげえって言ってるやったら違うやろ、お前。信用せえよ。わかった。まあけど、アカネはほんまに、その、配信者で俺以外の、まあ男性配信者で会った人いないの？評判を聞きたい。会わない、そんな人。なんか、そっか。会えると思ってるけど、会わない人に。ずっと一人でいるもん。そう。妹といる時が一番アカネ楽しそうじゃね？普通に思うんやけど、俺。なんか、人と会ってるなら、妹と家族とも会う時間ないから。ああ、家族愛が強いよね。なんか妹にね、美味しいご飯食べとか。けど結婚願望はないんやね。あるよ。
あるんだよ。だから配信はちょっとダメで、ちょっとリアルの方に進出して、結婚の相手、まあ、配信でも探したりとか。いや、結婚は多分、アカネ向いてないからやめた方がいいと思うわ。そうそう、いい奥さんなるもん。いや、もう無理無理。気遣いがないから、普通にガチで。いやいや、だからそういうのも可愛いと思ってくる人がいいのもん。いや、可愛いと思えないから、自分のことばっかりやから、基本的に。そろそろさ、だから2週3週も経験した人なの。もうそういうのが、こういう、もう俺がいなきゃダメなんだな、みたいな。いや、もうな、わがままが過ぎるから、ちょっときついと思う。わがままが好きな人がいいの。いや、そんな都合よくできてないから、うん。大丈夫、大丈夫、大丈夫。結婚は諦めて、独身で頑張るしかないよ。ひどい。プロソロさんよりはちゃんとして、できると思う。プロソロ。言っちゃったね。言っちゃったね。行くぞ。もう悔しいよ。ない、頼むぞ。差し込みの準備な。多分勝てると思うけどな。多分勝てると思う。えい、ライン。うだー、すれすれ、ピカそれで、ニケタのアカネちゃん、全然息してません。はい。オッケー、お疲れ、ミュート。はい、1位は、ライさん。一生そばにいるから、一生そばにいて、ライ。本当に愛してるよ。うわ、大好きだ、最高。そして、ルフィオもタコ、みんなまといて。圧倒的ビクトリー。読みます。1位、ロートコちゃん、ナーク、デコちゃん、ライさん、さすがや。ほんまに嬉しい。毎回3桁、4桁出るのは本当に嬉しい。さ、誰もいないようだから、フルコンボさせていただきます。ありがとうございます。お話見てきていい？漏れそう。行ってこい。あ、俺もちょっとライさんとララララ体操してくるね。ちょっと後で。すっきりあれ、いない。あ、そうなの、お姉ちゃん。もういなくなるっていう。よし、絶対勝つぞ、みんな。面白い。嬉しそういう風に言ってもらえて嬉しい。え、そういう風に言って、おいくつの方なんだろう。林ちゃん、ありがとう。林ちゃん、ありがとう。そんなことない。若い、結婚できるもん。この、ね、もう、デマルブメガネよりは絶対。いやいやいや、お前何でかい声で結婚できるもんとかしょうもないこと言ってんの？お前できるわけねって。一人一人。お姉ちゃん。さあ、ブルースバランマン、みんなバランマン。ロートコちゃん、ナオヤク、林ちゃん。結婚できるもんって言うてるやつが一番できへんねん。はい、ライさん、ブルースさん、アベテルちゃん、みんなありがとう、アベテル、お疲れ。だって私がお帰りだ、リンスと嬉しくない、みんな。お仕事お疲れ。全然嬉しくない。アベテル、ハンギョドン。ハンギョドン、ハンギョドン。ハンギョドン、ハンギョドン。ブルース、ハンギョドン。ハンギョドン、ハンギョドン。あ、行くぞ、かましたね。おかえり、まさかやるぞ。16人。みんな3倍、3倍、3倍。3倍3倍です。本気で行こうか。行くぞ。ハンギョドン、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 ハンギョドン。ハンギョドン。ちょ、頑張れ、みんなほんと、この、この男を騙せって誰か。ライ。うどん、つれつれ。ハンギョドン、この男を騙せて。本当に頑張ってほしい。あれ、じゃあ今、ベイビーソーおらんかった？気のせいかな？いないよ、いないよ。まさやくん、まさやくん、カートさんいて、気のせいか。ニートチーいて、まさやくんと見るあかねとの花火。これベイビーソーちゃうか？ T ってやつ。ね、どこの花火見に行く？クラスの花火大会があるらしいよ、まさやく。私、着物着たことがないから、着物着てみたい。P さんいらっしゃる、P さん。お前着物の丈合わんやろ。背高すぎて。無理やろ。身長の方が似合うらしいよ、着物。柄が全部見えるらしい。身長、ヒロノリお疲れって、絶対この T ってやつ、ベイビーそうやん。俺の枠にいるんだけど。おい、ちょ、アカネ？ん？ T ってやつさ、ベイビーそうやんな。でもわかんない。そうちゃん今、休んでるから。絶対俺、ヒロノリってわざわざ言ってるギフターレベル41って、これベイビーそうでしょ。
お金今日一回も見てないよ。だって嘘。よっしゃ、ベイビーソー。あと 81.8K。よっしゃ。シナモロールとレオンを9個や。アカネに教えたらなあかん。お前は結婚できないって。教えてあげなあかん。みんなアカネと結婚してる。どうワンちゃん。25歳だけど26の、どういや、俺アカネと結婚せなあかんってなったら、東尋坊に今すぐ行くわ。だから料理とかもめっちゃうまいんだよ。だからそう、実際に、その、いや、ベイビーソーいいね。ありがとう。いや、さ、料理うまい、本当にうまいんか？じゃあ、それ食ってもらったことある？いや、金占い師に。パイナップルガチバトルや。パイナップルガチバトルしてるわ。ちょ、パイナップル見ひん、今。なんで、集中しないの？大丈夫？ああ、ちょ、まあ、一回ちょっとパイナップルのガチバトルをちょっと今見たい。でも、圧倒的1位でしょ、今日。わからんで。パイナップルちょっと見たい。みんな集中しよう。もう 3M いってるよ。嘘？ 3M？ うん。やば。いや、けど、負けそうやん、これ。誰とやってるんだっけ、2回目。ともちんとやってる。ああ、ともちんさんね。うわ、3M か。いや、けど、すずってやつもすごい 2M いってるぞ。すごい。でもよし、まあ、俺たちは俺たちで集中するか。さあ、残り40秒。うわ、パンダプロ。まさやくん、ありがとう。まさやくん、助けて。いくぞ。ね、もう、ずっと負けてんの、プロスロさんに。頼むぞ。いや、ずっとじゃないでしょ、別に。そうだよ、ずーっと負けて、ほら、2勝がそれ物語って。ベイビーソーそっちで投げるんじゃん、最後知らんけど。ベイビーソーじゃん、もう休み時期なのになんでいたんだろう。同い年だよ、毎日。そう。同い年、私96年生まれてよ、お姉ちゃん。私96年生まれ。パイナップル強っ。いや、けど負けてんな。やっぱなんだかんだ言って強いね、パイナップルさんって。ああ、パイナップルあいつほんま強い。さあ、残り10秒。これ差し込みやん。ちょっと待って、ライさんいけるこれ。ライが来る、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 きっと来る、ライが来る。やっぱほらライうどん集めてみかーライうどん集めてみかーベイビーさんやろ。違う、お姉ちゃんです、お姉ちゃん。同い年のお姉ちゃん。お姉ちゃんお姉ちゃん素敵なんし。ライこれは無理。やられたな、ライ。ごめんね。おー、強い。うわ。ちょ、ミュートじゃん、お前喋んな。パイナップル負けてるわ、今。よーし、ちゃん、ありがとう。あー、ごめんね、ライ。ほんまごめん。頑張ってくれたのにな。ちょ、パイナップルのこれ、残り10秒で決着つくから、ちょっと見ようぜ。あー、パイナップル負けるわ、これ、ガチバトル、さすがに。けど、日韓一は余裕ちゃう。うわ、次よ、3.1M いってんな、パイナップル。まあ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 、はい、感謝します。はい、1位、ライさん。いや、最後めっちゃ差し込んでくれたのにな、1万コイン来ると思わんかったね。しかも、ワンハックって人、レベル19やからちょっと頑張りすぎてる感じするよな。多分、1回だけやと思う。このね、でかい感じで来るのはね、大丈夫です。ライ、ありがとう。ごめん、本当にごめん。そして、アベテルもブルースも、はい、みんなまとめて。皆さん、お姉ちゃんに大きなお姉ちゃん最高ってみんな打ってくれてるし、そうか、ガチバトルしてるからみんな視聴者が少なくなっちゃってる。お姉ちゃん最高、同い年最高、イエイ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 。ちょっと待って、俺言ってんの。まさやくん、ありがとう。まさやくん、大きな花火見に行こうね、まさやくん。色男さん、なおくん、ゼロちゃん、たくぞんちゃん、みんなもタップもスペシャル。ありがとう、ライ、本当に。ありがとう。ライさんしかいないわ、俺のワーク、ほんまに。お姉ちゃんじゃなくて、ワンちゃんじゃなくて。ワンちゃんか。ワンハックじゃなくて。ワンハックちゃん、ありがとう。ワンハックちゃん。初見さん、ワンハックさんは。なんか友達が、共通する友達がいっぱいいるって言われた。うん、お姉ちゃんなわけねえだろ、お前。もう一回や、お前。お姉ちゃんだもん。赤いお姉って言ったらお姉なの。私がお姉って言ったらお姉だもんね、お姉ちゃん。知らねえよ。お姉ちゃんも無理しないで、ありがとう、お姉ちゃん。お姉ちゃんもお金。ワンちゃんは寝とけ。え、あかね今、視聴者ちなみに何人今。そうなの、視聴者じゃない。私、一人一人誰が見てくれるか大事なの。視聴者が気にしたことない。視聴人数が、17。俺も13やねん。幸せなのいいのよ、みんな。視聴者が100人見てようが、1000人見てようが、1万見てようが、私はみんなが見てくれたら嬉しいの。私はみんなが見てくれたら嬉しい。みんなこんな時間にお金を見てくれてありがとう。パイナップルの枠にみんな行ってるから、視聴者がもうな。コミケンさんありがとう。ばらけちゃってるわ。バリ少ないもん、俺んとこだって。私は何千人何万人見てる人、うん、どうでも私はみんな見てくれてるみんなが私はみんなのアイドルよ。何を言うてんねん。で、みんな21人のアイドルだから、ね。よろしくね。じゃあ、それでは聞いてください。みんなへ。バリ視聴者少ないんやけど、俺。みんなへ、ありがとう。視聴者なんて関係ない。12人しか見てないわ。
これもう時間帯がやっぱもうあかんな。この時間したらあかんのかもしれない。ヨット見れたの最高よ。だからリッターに勝ちたいあかんねよ。リッターに勝ちたい、本当に。え、まだワンさんいらっしゃるの？ワンちゃんは見てくれてる、ずっと。やばいわ、もうライさんもおらんくなったからもうそろそろ終わりや。俺も、え、ワンちゃん？ワンちゃん。どうしよっかな。一回日刊ちょっと地投げで入ろっかな、これ。その方がいい気がしてきた。ね、地投げが始まります。え、やる？ワンちゃん、ワンちゃん。え、ワンちゃんでも芸能人かもしれないんだって。インスタ公式らしいよ。へぇー、すごいね。ね。ワンちゃん芸能人でしょ？もしかして、ソンガー？シンガーな。お前、日本語も英語も危ういやん。ひどい、みんな。ひどいね。ファミコンバカにしてくる。いや、バカにじゃない。嘘泣きすな。やばいな、ほんま今日調子悪いな、出かけばらんま。ちょっとこれもう地投げ案件やな。150件ぐらいチャージした方が、うちでいい気がします。ヨットさんよろしく。まさやくん、ちょっと入ってバラさんにイモロッカハートンマン。まさやくん、やないさ、ワンちゃん、バラください、バラ。林ちゃん、バラ。これもう地投げした方がええな。これもうまずもう、まさや。引き取りもいかん気がする。アウトサイピングバラんま。これで負けたらちょっと地投げせなあかんわ。地投げが見れるかも。なんちゃうかい、なんちゃうかい、なんちゃうかい。地投げが見れるかもじゃない。伝説の地投げに負けないわけですよ。よし、もう。これはもう、決めるとき決めない。やっぱ初速って大事やから。ゆきりんごちゃん。なんちゃんお帰り仕事終わったの？早く。出かけー。ハンギョドン、ハンギョドン。お仕事お疲れ様だ。やばいな。コミケさん、ハンギョドン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 。ちょ、一回な、調子、2倍でいける人いますか？よくしていかなあかんから、ちょっと上がんない。今ロック、ハンギョドン。今、視聴者20人はマジでやばいから、ちょっともう、これは。4個行こうよ、4個。リッタン呼ぼう。リッタンに勝つやの、私。一緒に。タック曇りったんと。一緒に頑張る。いや、もう今な、ほんま誰もおらんから。だから誰か絶対見てるって信じよう。いや、もう、ここはな、地投げした方が早いっていう決断に至った。よし。私も日刊まで 100K。あとさっきの150K ぐらいあったら多分いけるな。私もさっきのヨットがあと10個ぐらいで日刊入れます。150K あれば。ハートミーありがとう、ハートミー。じゃあだからちょっとシナモンみたいな。150K で。150K がいいか。よし。チャージしよう。やめて。やめてって仕方ないよね。うん。4コラでやろう、4コラで。みんなが見てる時の方がいいよ。やだよ。なんでここで。こういうのは隠れてやるからおもろいんや、お前。なんで。あ、もしかして日刊さ、なんかいきなり入ったと思った時、あれ地投げ前なんかいつ配信してたんだろう、みたいな。え？な、いつの話？誕生日の前の前とかさ、いきなり1時間ぐらい、2時間ぐらい。地投げだったの？どうやろう、なんか忘れた。あれ、やばい、地投げ始まる最悪なんだけど、この。地投げに負けたくない。え、じゃあって、チャージがちょっと今エラー食らった。え、じゃあ今いける人いないから、多分こっからあれが始まるから勝てる。普通にエラー食らった、今。いいよ、もしなくて。正々堂々と頑張ろうよ。いや、正々堂々と頑張って、このスコアはやばいねんて。じゃあ、ナナシちゃんいらっしゃい、ナナシちゃん。ナナシちゃんいらっしゃい。チャージせなあかんか。離しちゃいなさい。みんな頑張ろう。シナモン見てみたか、シナモン見てみたかな。時間がないか。シナモン見てみたか、シナモン可愛いんだよ。シナモンロール。離しちゃいなさい。そのおしマーク可愛いね。そのおしマーク誰だろう。可愛いね、おしマーク。まさやちゃんみんなありがとう。地投げ始まる？どうなんだろう、怖いね。さすがに12秒ぐらいしかないから、ちょっと無理か。怖い！さすがにちょっと地投げ間に合わんわ。今チャージができたんやけどね。ああ、負けた、悔しい。はい、イモロック。うどーつなどのピカン。地投げせんくても勝てたんやけど。えぐいってキャピンキャピンキャピンからのヨイちゃんのビキトリ。キキキドロロ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 ロ。はい、お疲れさん。はい、お疲れ。はい、イモロックありがとう。愛してるフォロー返して。はい、出かけもみんなまといて、うま。よし。あれ今日、サンリオのやつ出てないか、なんでや。絶対来ると思った今私。あ、サンリオのやつあるわ。サンリオ可愛いよね。まだ好きなもん見てない。トミケンちゃんありがとう。じゃあもうちょっと強いやつ地投げでボコリに行くわ。じゃあうん、な、で私なんか弱いみたいなやめて。あなたが来ないからこっちも行かない。チャージほんま間に合わんかったけど一応。4コラ行こうよ。4コラ。いや4コラは恥ずかしいから一旦じゃあ失礼するわ。行こう。じゃあな、またな。
あれ止まってんねやけど、俺の顔面。どうしよっかな。せっかくチャージはしたからな。使うのもったいないからな。トイレ行きたいしな。うん、どうせ今誰もおらない、いないしな。休憩するか。ありがとう。ほんまにモロッコもアベテルもナルフィオも梅次郎もタクもありがとう。ちょっと休憩しよう。うん。どうせ俺は日韓に入れる男だから。うん。まあ、ありとあらゆる手段を使えるから。うん。じゃあ一旦休憩。